それではこれから潜在意識コントロール法のです、ね、体験セミナーと説明会を行います。よろしくお願いします。えー、っと、今回はですね、このセミナーの内容のどの部分に興味を持っていた,いただけるのかを知りたいのでカメラはオンでお願いいたしますで。お伝えしたいことがたくさんありますので、セミナー中に集中できる環境というのを作ってください。 それからと終了時間はですね前後しますので時間に余裕を持ってお願いいたします。これで、えー、とセミナーを最後まで聞くとどうなるのかというとですね潜在意識を上手にコントロールするとビジネスがどう改善されるかというのがですねわ、えー、かるようになります。それから潜在意識を上手にコントロールする具体的な方法というのをですねお伝えします。 それから実際に成功された方々の事例をですね知ることができるというふうなことになりますで。私の自己紹介なんですけれども、潜在式マイスターでありまして、ですね1957年の2月生までとこれで、えー、と。埼玉県川越市の出身になります。で水が座で、ラディアンスの代表を務めさせていただいております。えー、私の社会人デビューがですねテルモ株式会社というところなんですけれども、 このテルモの電子体温計というのはですね、お使いになったことがあると思うんですけど実はですね、この断電子体温計は私が作った電子体温計でありまして、えー、基礎研究からですね、回路設計、そして、えー、生産ラインの構築、さらにはですね、ぶどまりの改善とか、この電子体温計周りのですね、ことをほとんど担当いたしまして。それで、 のものでですね、この電子体温計をです、ねえー、ご覧になったらです、ね、山崎が作ったのかというのをです、ね、思い出していただけますと嬉しいと思います。で電子体温計等のですね、陽電子工学というふうなものの研究をずっとやっておりましてである時手首で測る血圧計というののです、ね、研究を私がしていたんですね。で、えー、と北海道大学の陽電子工学の先生とです、ね、それから、えー 京林大学のですね、医学部の先生とですね、共同で、一普通、血圧計というのはこの上腕で測るわけなんですけども、簡便にですね、えー、手首で測るんだけども、えー、正確な血圧計を作ろうというので、ですね、えー、手首で測る血圧計というのの研究をやっていると。でその当時、ですね、ソニーのソルシア、イブカマソルシーはですね、あのー、この方はです、ね、いろんなことに興味を持って、 でこの当時はですね、えー、韓国のお医者さんがですね研究していた内容だったんですが、手首で、えー、昔のお医者さんがですねこのようにあの手首でですね、えー、にこの手を当ててですね脈を測って病気を診断するというふうなやってたんですが、えー、このところにですね指ではなくてですねあの加速度センサーを置いてそれを腕帯、腕体で締め付けましてでですねこれで、えー、と指で押すのと同じような環境を作って、そしてこの 加速度センサーの出力をですね、心電計にですね、つなぎまして、そしてその波形をですね、見ていたとで、そうすると病気によってですね、この波形が変わってくるというふうなことが分かりまして、でそれをこの、えー、その先生を、ですね、韓国の先生を加速ごと、えー、日本に呼んで、ですね、それでこの加速度センサー えー、おからの出力をです、ね、コンピュータに、えーに入れましてそしてその波形をコンピューター解析したらどん,どんな病気か診断しようというそういう脈振器というふうなものの研究にです、ね、このお当時ソニーのソョンは興味を持っておりましてで私も手首で脈を測るとソニーのソョンも手首で脈を測るということで脈がつらないでソニーに来ないかという話になりまして、えー、ソニーにヘッドハンティングしてもらったとでそれでソニーのです、ね、このイブカマサルシの直轄部隊に 配属になりまして、でそれで、イブカマソル氏が見た夢の実現というのを行っていたと。これで、えーと、このある時、ですね、このイブカマソル氏が東洋医薬でも西洋医薬でもない第三の医薬としての病気にならない過労をこしやるための研究をせよと、これからここの時代がやってくるんだというので、ですね、えー、ここの時代を象徴するかのように脳科学者の門井健一郎氏もですね、ニ、えーソネ社員になっていると。これで、 茂木健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラバラトリーというところに配属になりまして、私は生命情報研究所というところに配属になったと。で、これで、えっ、ー、と、これがですね、生命情報研究所の発足会でですね、ここに、えー、座っている人がソニーのソルショーの床のソリュのユカマソルシュで、ここに立っているのが若き日の山崎康夫になります。で、えっ、ー、と、これが関係者一同。で、このくらいの、えー、と人数が集まりますと、生命情報研究所の所長を置いてですね、その所長が、えー、この、 創立者のところにですね新築状況を話しに行くとかですねそういうふうなことが一般的なわけなんですがこういった分野に非常に興味を持っているので,です、ね、このイブカ氏自らが生命情報研究所の所長になってですね、えー、くれたとで、えー、とこのイブカ氏の,、ね、の両脇がキラキラ光っているのは実は一層脳梗塞でですね倒れましてで車椅子状態になっているとでこのような状態でですね 生命保険業者の象徴ということで、えー、かなりこういった分野ですね興味を、えー、持っていたというふうなことで、でこの脇に座っている人が渥美和彦っていう東大の名誉教授の人なんですけれども、えー、現役の頃はですね、現役の頃でという、えー、東大にいた頃はですね、あのヤギに世界で初めて人工心臓をくっつけるという人工心臓の権威だったわけなんですが、晩年にですね、代替医療、 この大体量というのはどういうのかというと東洋医学でも西洋医学でも第3の役とまさにこれなわけなんですけれどもこういったものの、ねえー、研究をしてでソニーでもうこ,のこれの研究をする中でうすで公務になってもらったという,ふうなことなんですけれどもこの安住和彦氏はですね、えー、手治漫画家の手塚治虫のですね、高校時代の同級生で。 別のアトムの中に出てくるお茶の水博士のモデルになったうちの一人というふうな感じのとてもユニークな先生なんですけれどもですね、えーと。九州出身の先生なんですけれどもそれで、えー、とこのところはですねこの発足会の、えー、この宴会の縁の跡なわけなんですが。 この中央の辺りにはです、ね、この先生が大好きな焼酎がですね一升瓶ごとずぞっと置いてあるとかっていうそういう,ような感じだったわけなんですけども、えー、豪快な先生なんですけどもで,す、ね、でこういうので始まりましてこれで、えー、とどんな研究をしたかというとこの心の時代というふうなことですね心というふうなことはですねこの潜在意識というふうな感じになるわけなんですけどもですね潜在意識の研究というのをです、ね、ずっと行っておりましてでその発端になったのは えとこの東洋医薬でも西洋医薬でもない第3の医薬ということで,でこの当時ですね、えー、その病気のない方とでこと人間のです、ね、日本人の死者というんですかね、まあ、世界的にもそうですけれどもえー、2, 人で2人に1人ががんで死ぬという風な時代だったのでじゃあがんの研究という風なものをやってみようというのでですねいろいろ探していたところがんの自然退縮という。 そういった研究をやっているサイモント博士という人がいらっしゃいましてですねで、サイモント博士というのは、えー、心の持ちようによってがんがよくあ、サイモント博士というのはもとはですね、放射線科のお医者さんだったんですけれども、奥さんが心理療法をやるすで、えー、奥さんがです、ね、サイモント博士に、心の持ちようによってがんが良くなったり悪くなったりするというふうなことを言ったところ、そうかと、それじゃあもしかしたらがんをやっつけて喜んでいるイメージをしてもらったら、がんがん治るんじゃないかというふうなことで、 え元はですねこの元はっていうんですか、このサイモンと博士は放射線科のお医者さんで、それで、がん患者に放射線を当てて治すという,ふうなことをしていたんで、ですねえですけども末期がんの患者とかっていうのはなかなか治せないということで、奥さんからそういった話を聞いて、ですね心の状態によってがんが良くなったり悪くなったりするんだったら、がんをやっつけて喜んでいるイメージをしてもらおうっていうんで、そういうふうな研究をしたんですね。 喉の癌でですね、もう末期で、えー、西洋医薬ではどうすることができないという方がやってきまして、その人にサイモントン療法というのを施したところ、えー、2ヶ月間で末期癌の患者さんが感知してしまったと。で、これをで、えっ、ー、と、勢いをつけてですね、いろんな患者さんにですね、サイモントン療法というのを施していったのをですね、がんのセルフコントロールという本にまとめたんですね。で、それなんで、この、癌をですね、治すと。心の状態を良くすることによって、 癌を治すというふうな、えー、ことがで,す、ね、できるというので、その本が世界的にあの有名になりまして、でその日本の NHK でもサイモントン博士の,です、ね、そのサイモントン療法のけん、えー、番組が、えー、特集されたとで。それを見ていた私がこれこそがソニーのソロ師が言うところのです、ね、病気にならない過渡を越し合タための研究にぴったりだというので、この研究をやろうということになったわけですね。そして、ソニーだけだと、えー、設備がないので、 国立精神神経センターのメイン研究部のお医者さんとですね、共同研究をしてですね、で実際に、えー、この心の状態をよくするとガンガが治るんだろうかというのを動物実験で行ったところですね、ネズミを使った動物実験で行ったところ、えー、ネズミのですね、頭にドリルで穴を開けましてそして、えー、ネズミの頭の中に快楽中枢というのがあるんですけれども快楽中枢を電気刺激してあげるとですね、人為的に快楽な状態にすることができると。 でその人為的に快力な状態にしたときに果たして、が、え、ん、ー、が治るんだろうかという,ふうなことで皮膚にがん細胞をつけておきましてですね、で電気刺激する A 群と電気刺激しない B 群というのをです、ねえー、分けてです、ね、実験したところ、えー、電気刺激して人為的に快力な状態にした A 群の方がですが、ね、白血球が活性化してがん細胞が壊れるというのをです、ね、医学的に証明したと。 これでの人為的に快力な状態にすると、白血球が活性化するので、がんが治るという,ふうなことを確認した後とですね,、えー、ね、ネズミの場合ですと、えー、頭に電極をつけて電気刺激するという,ふうなことは、まあ、実験だと可能なんですけども、人間で実際にがんを治す手段として適切かというと、なかなかそういうわけにいかないと。でそれなんで、快力な状態を作るためにはどうしたらいいんだろうかというふうなので、ですねいろんな方法を 見つけけていったんですけれどもサイモント博士は一番最初に、えー、イメージトレーニングというのでですね、快楽な状態を作るというのをしてたんですが、私もソニー社員を集めてですねイメージトレーニングをしてもらったんですけれども、なかなかうまくイメージができる人がややく多くなかったと。でそれなんで、もっと、えー、イメージが上手にできる方法はないだろうかというのを見つけていたところですね、この潜在式コントロール法というのに、ね、出会いまして。でサイモント博士も 最初はイメージトレーニングだったんですけども最終的にはですね私たちと同じような方法でがんを治すというふうなことになっていたんでですねでこういったことは、えー、正しいアプローチだったっていうことが分かりましてさらにその潜在式コントロール法っていうのをあの研究を深めていこうというふうなことになっていたわけなんですねほれでこの潜在式の研究の第一人者が私だったわけなんですけどもそれらをしっかりとまとめていきまして最終的には、えー、この 心理学、脳生理学、物理学と駆使してですね、ソニーオリジナルな瞑想法や心理療法、そして願望実現法、目標達成法を完成させていったというような感じになります。でそれで、えーと、このソニーのですね中、えー、でそうやって、えー、医療のですね、えー、方法の研究をしていったわけなんですが、ところが、 えー、イブカ・マソル氏がですね亡くなってしまった後にピエル法という法律が施行されたとでこのピエル法によってですねメーカーの責任が非常に重たくなっちゃいましてそして、えー、ともしそのソニーで作った医療機器が医療事故を起こしてですね誰かが死んでしまうと大変なことになるというので、えー、そのソニーの取締役会でですねソニーの中では医療機器の研究はしないという決定を下してしまったわけですねでそれなんで、えー、これまでですねこういった ことをですねソニーで研究していたわけなんですが、えー、そのソニーの中では医療機器の研究はしないと。だ医療的な、えー、研究はですねしないっていうような話になっちゃいまして、で、えー、とソニーの中にあった医療機器の研究部隊が全部なくなっちゃいましてで、私が所属していた生命情報研究所も医療機器の研究部隊だったんでなくなりまして、ですねでソニーで研究していたことがですね、えー これ,こ,れまでこれからやれなくなってしまったというふうなことになりまして、それで、えー、とこの、えー、ソニーのです、ね、在籍中にです、ね、ラディアンスっていうのを創立してです、ねで、これまでの26年間の間に、1万人の人に8万回の心理療法を施療してです、ね、2000人の人に瞑想法を伝えて、100人の人にです、ね、心理療法を導入してきたと。それで、えー、と潜在意識コントロール法による社会貢献をしたというので,です、ねえー、この勲章をです、ね、いただいてしまったわけです。 ですけどもですねそれでこの潜在識コントロール法を用いるとどんなことができるんだろうかというふうなことなんですけれども、えー、これをですねただ他人の成功例というふうにじゃなくて、えー、と自分自身にもですね適用可能というふうな感じで聞いておいていただきますと嬉しいと思います潜在識コントロール法でですね運命までも変えることができるとでまず一番最初はある会社の会長さんがですね、えー ラディアンスに来てくれまして、まし私自身で潜在意識コントロール法を受け問題解決を図りうまくいったらカンバーに進め経営の向上に役立ったりというふうな動機でですね、受けに来ていただきましてでうまくいったとでそれなので幹部社員研修としてですね、次々とラディアンスに社員をですね、送り込んできまして見事上海の海外進出大成功というふうなことになったとこれが上海の写真なんですけどもですね えー、社内がですね一気に活気づきましてビジネスがどんどんうまくいってしまったというふうな例なわけなんですけどもそれから、えー、この方はですね全盛期のソニーの e o たちのスピーチ健康を担当していた,いた人なんですけどもそれ,でこのそれでですね、えー、でソニーにいたわけなんですがあーこの自分でビジネスを起こしたいというふうなことで、えー、ソニーから独立していったわけなんですが。 で自分のビジネスをです、ね、しっかり、えー、固めていこうと、そのためには本を出すのが必要だと、でも本を書くだけだったら数百万で書けるわけなんですが、その本をです、ねえー、書店に平積みにしてもらってで、それでベストセラー、作家になろうとかっていうような感じにです、ね、なりますと、えー、その営業マンを雇ってです、ね、本を平積み書,く、えー、書店で,です、ね、平積み状態を作ってもらわないとうまくいかないというふうなことで。 そうすると1000万以上のお金がかかるということでですね、そういったお金がないとかということでどうにか本を書く、えー、本を出版するチャンスを得たいという,ふうなことで潜在意識コントロール法でですね、潜在意識をコントロールして本を書くチャンスを引き寄せるたとそして、えー、とこの本を書くときにですね、えー、この頭の中にですね、文章がどん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 降ってくるような えー、状態、このこれをですね自動織状態っていうんですけども、こういった方法をです、ね、潜在士をコントロールすることによって可能になってくると、でそういうふうなことで、ですねこの本を、えー、書いたところ、ですねなんとこの本がですねベストセラーになってしまったと、それで普通だったらば、この、えー、1回吸ってです、ね、本の出版というのは、あの本の在庫がたくさん残るというのが一般的なんですが、この方の場合にはですね、えー 重版に重版を重ねて、ですね第5りぐらいまでですね行ってしまったと。でそれで、えー、とテレビにでもです、ね、出演してしまいまして、で他の出版社からも執筆依頼がやってきて、ですねでそれで、えー、とこの本の中にですね私のことも書いていただいたわけなんですけれども、えー、拡大コピーなんで、上と下が切れているんですけれども、この人生を乗り越える助けとなったものと。でこの 第がですね、なぜ優れたリーダーは失敗を語るのかというふうな本でですね、こ当ところに書いてありますようにですね、えー、ジョーズ・ J.K. ローリングとかですね、それからあと、オーラウ・ウィンフリーとかですね、えー、そういうふうな、えー、人々が失敗談というふうなものを言うことによってですね、その多くの人の心を動かしたというので、この,この方自身もですね、自分の失敗談をこの中,に語ってこの中で語ってるわけなんですがで、それでその失敗から乗り越える助けとなったものというのの、その これ、拡大コピーアンドウェイトショーが切れているわけなんですけども、二人目はヒプノサラピストの山崎康夫さんですと、私のことなんですけども、ソニーのソリューショ者の部下勝さんの命令を受けてですね、サミット瞑想の研究をしていたと。でそんな山崎さんのセラピーを受けたり、瞑想法を教えてもらってなんかして、自分を冷静に見つめる力がついてきて、えー、人生を乗り越えることができ、いろんな苦難を乗り越えることができるようになったんですよ、というふうなわけなんですね。それから、この方はですね、串焼き屋のチェーン店のオーナーの方なわけなんですけども、 えのとその本当に書いてありますようにです、ね、自分の感情を抑えられないと、すぐにです、ね、ムカッとなっちゃいましてです、ねで、そうすると、何かを壊さないと気が済まないという、そういうふうな、えー、性格の人だったんですけれども、でもその、そういった怒っていない時にはです、ね、非常にいい人なんで、結婚ができたんですが、ところが、えー、怒っては物を壊す、怒っては物を壊すっていうのを繰り返しているうちにです、ね、奥さんから離婚を言わされてしまった 離婚になってはまずいというので、えー、病院に行ってですね、薬をもらって治そうと思ったんですけども治らなかったと1つの病院では治らなかったのでも、いろんな病院に行ってですね、治そうという努力を一生懸命していたのでその努力をですね、組んでくれての離婚が一度ペンディングにしようということになったわけなんですがところが相変わらず起こっていたとそれで、えー、とついにですね、この方はラディアンスを見つけてです、ね、そして潜在式コントロール法というのを受けたところを見事 すすすぐにに怒っっっってていたたのがです、ね、すっとねがでねととり収ままようになってしまったとそれで完全に離婚が解消しただけじゃなくて商へも繁盛しちゃいましてスタイルプラスの内藤さんとかですねそれからご縁ですの西脇清さんが、えー、こうやって取材に来てくれてますます商売繁盛というようなことですそれから、えー、と私の話なんですけどもこの「幸せな結婚と」とで私の職婚はですねテルモ株式会社の頃の26歳だったんですけども 食音はうまくいいかずにでですすね、えー、いたわけなんですがところがソニーに来ましてですね意識の研究をしたところ、引き寄せ、先ほど本を引き寄せるとかですねそういうのは本を書くチャンスを引き寄せるというのはありましたけれども、えー引き寄せえー、人を引き寄せるということで自分にとってこの理想のパートナーというのはどういう人なんだろうというのをですねこの潜在意識の奥底にですねこういうい運命の選択肢というのがあるんですけれども 運命というのは、えー、こういうふうな一本道のような、えー、で変わらないようなものじゃなくてですね、樹木の枝葉の方うにたくさんの選択肢があってその、えー、と選択肢をですね、えー、探っていくことによって自分にとってベストなパートナーというのをですね、見つける見,あの見出すことができるとで見出したらその相手に向かってですね、意識のエネルギーを送るとですね、その人がやってくるというこういうふうなことが起きてしまうんですね。 でこれも何かあのスピリチュアル的な世界の話じゃないかというふうに多くの人は考えがちなんですが物理学の世界で,です、ねえー、こういったことができるんだというようなことがです、ねえー、提唱されているわけなんですけどもでこれで、えー、と引き寄せまして5 0歳のときに21歳年下の妻を引き寄せて再婚とで21歳年の差があるといろんなトラブルが起こるんじゃないかというような感じで多くの人は思っているんですけども出会ってからこれまで一度も喧嘩をしたことがないと。 で、初婚の時には喧嘩ばかりだったんですけども、えー、再婚してですね、喧嘩したことはないというふうな感じになって、とても幸せに暮らしていると。で、この方法でですね、えー、多くの人がですね、幸せな結婚をしているわけなんですけども、この人生には多くの選択肢があってですね、えー、それぞれの選択肢を取ると、それぞれの結果になってくると。だから、潜在意識をコントロールしてですね、えー、しっかりと、えー、自分の人生がうまくいく選択肢を取っていけばいいわけなんですね。 でこのまた、この方はですねこのえ K さんというのを呼んでいるんですけれども、ホームページの中で、K さんはですねえそのなかなかえーいい人と巡り合いをすることができなかったと、それなんで、このラディアンスに来て潜在意識をコントロールして、この自分の理想のパートナーというのはどんな人なんだろうかというのを、この運命の,この選択肢、 からですね見出しましてでそしてその人に向かって意識のエネルギーを送るとオンリーワンの人がやってくるというんじゃなくて自分の周りの人をですねどん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 変化させることができるとだから理想のパートナーリストの90%以上の条件を満たす恋人候補がですね次から次へとやってきてくれたとそれから、えー、とこの潜在意識をコントロールしていくとですね自信がついてくるわけなんですけども 自己肯定感が上がってですねいくとですね魅力的になるわけですねで。それなんで婚活パーティーに参加したところですね指名独占状態が連続してしまったと。婚活パーティーの最後にですね誰とお付き合いをしたいかというので投票をするわけなんですがその時異性からですね異性全員からお付き合いをしてくださいと、まあ、なかなかこの婚活パーティーに行ってです、ね、異性全員からお付き合いしてくださいというのを言われるというのはです、ねえー、ないわけなんですがそれがですね連続して起きてしまったということで。 この意識の力がですね、非常にパワフルなのわけなんですけれども、それから起業、えー、してですね、ビジネス体制、3ヶ月先まで予約がいっぱいになったというふうな、えー、ことなわけなんですね。それから、えー、とこの人はですね、ラ、え、イ、ー、ア,アンスに来る前はですねあの、お付き合いする人はですね、結婚したら、その人と結婚したら絶対不幸になるというですね、ダメンツとばかり、えー、付き合っていた人なんですがで、結局なぜそういうふうな人と付き合ってしまったかというと、子供の頃に、 お父さんやお母さんにあんまり愛情を受け取ってないというふうなことを思っていたわけなんですが、ところが、それでその受け取ってもらってないと思って、自分は両親から愛されるべき存在ではないと、えー、それなので、ですね過食応答とか、えー、リストカットとかっていうのをですね繰り返していたわけなんですが、ところが、潜在意識をしっかりと除いてですね見てみますと、えー、両親は、えー 不器用なりに自分のことをたくさん愛してくれていたんだという感じなんですね。で、お母さんも病塾だったわけなんですけども、えー、とても自分のことを愛してくれていた。私は愛されるべき存在なんだというふうな、えー、ことに気がつきましてですね。そして、えーと、自分の理想のパートナーというふうなものを見いだしてですね。そして、えー、その人に意識のエネルギーを送ったところをですね。若くししてて中堅企業の部長という、えー、そしてですね今あ 社長に、のものすごく近くにですねな,りなりつつあるような、こんな人を引き寄せちゃいまして、ですね意識の力で引き寄せて、のこの人は乗馬がもともと趣味だったんですけども、それで乗馬が趣味というような感じで、趣味は同じというようなことを引き寄せまして、富士山頂でプロポーズをしてもらったと。この方もですね、馬場、馬が好きなんでこの馬場よりも、ここまでするというのはなかなかのものだと思うんですけども、するチャンスをですね引き寄せまして、 ウェディングドレスも、えー、特別な、普通、その、貸子衣装だとですね、馬の上に乗せられない、乗ったりなんかできないもんでですね、そういうのができるような、えー、ウェディングドレスを引き寄せたりとか、新居を引き寄せたりとか、えー、それから、結婚費用の一部もですね、引き寄せたりとかですね、してですね、で、しっかりと引き寄せることができたと。で、出会ってから、出会ったら結婚してから10年間、ずっと幸せというふうなことで、えー、この、 なかなかこのずっと幸せというのは難しいわけなんですけれどもそれが可能になっているとそれからまた私の話なんですけれども結婚した当時ですね私は80キロのメタボだったわけなんですよねである時妻がですね太っている人嫌いとかっていうもんでですね嫌われては困るというのでじゃあこの目標達成としてですね自己催眠ダイエットっていうのをやろうと実際にこの太りながらですね自己催眠ダイエットのセミナーをですね開いて えー、自己催眠ダイエット参加者がです、ね、どんどん痩せていって、私は、えー、こ,のこういったです、ね、セラピストをやっているので,です、ね、太っていた方が多くの人が安心感を得るだろうと思ってです、ね、太っているのを続けていたわけなんですが、ところが、えー、太っている人嫌いっちゅうもんで,です、ねえー、この方法を用いたところをすっと1年足らずで、えー、ダイエットができまして、でえー、それ10年以上経つわけなんですけれども、ずっと。 えー、リバウンドなしというので,です、ねこのえー、スリムな体で,です、ね、いるわけ,なわけなんですけどもででこの痩せることによってです、ね、健康体にもなれるわけなんですね、えー、サーチュイン遺伝子が、えー、自分の必要カロリー量をです、ね、のおー80%ぐらいにするとです、ね、サーチュイン遺伝子というふうなものが発動してです、ね、長生きができると、まあ、そのサーチュイン遺伝子というのは飢餓の状態がやってくると その飢餓がですね、過ぎるまでの間、命を流れるとかっていうような感じで働く遺伝子なわけなんですが、それが発動しましてですね、でそうすると長いき餓ができるっていうようなことが分かってるわけなんですけれども、それなんで、この120歳まで現役でですね、えー、ずっと仕事をしてですね、明日おじいちゃん起きてこないからねっていうんで、コロっと死のうという、そういうふうなことを企てているわけなんですが、まあ、そんなことも、えー、潜在識をコントロールすることによって可能になってくると。それから、えー、この この方はです、ねえー、この自分にの自,その自信がなくてさら、ね、に就職した先もブラック企業だったとっていうので、えー、とどうにか、えー、しないといけないというので,です、ね、まず一番最初、この劣等感を克服しようということで、えー、潜在意識コントロール法を用いてです、ねえー、日々の心理療法っていうのを行っていたとこれで見事劣等感を克服しましてそして、えー、業界ナンバーワンの に転職したいんだというふうなところまでですね自信がついてきたと。それでその時にですね自分自身の力だけでもですねどうにかなりそうだったんですけどこの、えー、瞑想とかっていうのをするとですね意識のエネルギーを送れるようになってくるとでそれでですね自分だけで意識のエネルギーを送ってあの自分の環境を変えるんじゃなくって瞑想をやっている仲間たち。このえー ソ,ソニーの,です、ね、このソニックメィテーションという瞑想なんですけども、瞑想をやっている仲間たちもです、ねえー、この同士で,です、ね、エネルギー、意識の営業に送り合ってです、ね、あのお互いの状態を良くするという,ふうなことをやっているんですけれども、それで送ってもらってです、ね、た、え、だ、ー、で,です、ね、この第一志望の業界ナンバーワンのところにです、ね、転職をすることができたということで,です、ね、すこの外資系企業の。 に勤めている人というのは転職を繰り返すことによってキャリアアップというのを図るわけなんですがもうですね業界版ナンバーワンの機ですね、えー、幹部候補生としてですね、えー、転職することができたというふうなことで見事、えー、キャリアアップができたというふうなことになるわけなんですねでこのように、えー、と今とうまくいっている人が、ね、たくさんいるわけなんですがそれ以外にもですね、えー、この潜在式コントロール法を用いてですね いろんな悩みが解決しているとまずその、えー、この上の3つというのは、上海の海外進出大成功というふうな、えー、人の話なわけなんですけれども、その人はですね、まず幹部社員が精神的な悩みを抱えていて、ビジネスがうまくいなってしまったというふうなことで悩んでいたわけなんですね。それで、えーえー、と幹部社員をです、ねえー、に潜在し、コントロールをしてですて、ね、見事、それらの悩みが解決と。 それから、自分自身のその会場さんなんですけど、短期で些細なことにイライラして怒りやすくなって、ですね社員に当たってしまうと、これもですね見事解決するとかですね、それからビジネスが向かない時にはですね精神的に不安定になっちゃうんだけど、これも解決ということで、それなんで、ですねえああいうふうな実績が残せたわけなんですけども、それから、これは別の人の話なんですけども、自分と向き合うことができず、自分の本当の気持ちがわからないとかですね、 それから、この中で何をしてもうまくいかず、いつもは焦燥感を感じていると。こういったことも解決をしてしまったと。えーっとあ、だからこういった悩みっていうのはあります,いな,いすないですか。それとかですね、次の、他の人はですね、まず仕事上の選択を迫られる場面で適当な判断ができないとかですね、こういうのは解決したとか。 今の自分や今後のことに自信が持てず、対人関係でも悩みやすいとかですね。それから仕事にのめり込みすぎて、家庭をないがらしにしてしまって、家庭崩壊寸前になったのは、これが解決とかでりますね。それは仕事を進めていく上での良いアイデアが出にくくなってとか、こういった件に関しては、あのどう感じますかねとここは手間も合わないですけど、ただいいアイデアを出したい。あな,るほどなるほど。そういうとかですね。 このストレスのせいか感情が平凡化し歯がなくなった時に悲しいという気持ちにならずそれを数からも指定されてさすがに自分でもおかしいと思ったとだからのストレスが重なってしまうとですね感情が平凡化してしまうとかっていうのがですねこれを解決したわけなんですけれどもそれから根拠のない不安感や焦燥感にかられ落ち着かない日々を過ごしていたとででそれからえ行動が衝動的で感情にされされやすく計画をやることができなかったとかですねそういうのがうまくいってしまったとか それから、この生まれがですね、えー、昔、死の交渉を得た否認とかというのがありまして、であのえー、とそれをですね、えー、ある人からあの指摘されて、自己価値をですね、低くしてしまって、ですね、自信のなさや不安感に、それから恐怖感とか緊張感にですね、その苛まれていた人がです、ね、それからそれによってお母さんと対立したのが、それがですね、見事、自信を持っていったとかというのがあるんですけども、こういった点に関しては、 なんか感じるところっていうのはあります えーとそれでは、ですねじゃあまずさまざまな悩みその能力開発とかですねそういうふうなものに関してもですね非常にこの能力開発をするしたんでそういった悩みというのが改善したとかっていうふうな感じになるわけなんですけども、えー、その能力開発をする方法がですね潜在式コントロール法ということになってくるわけなんですね。 これでまずその潜在式をコントロールするための3つのステップというのがありまして潜在式の扉を開けるとえそれから潜在式内のデータを探りえ自分の望む方向に変化させるとそれから潜在式を通じてつながるというこういうふうなことをすることによってですねうまくいくわけなんですけどもまずこの潜在式の扉を開けるというふうなことなんですけどもこの潜在式 どういうのかというと潜在意っというのは通常の意識状態では感じられない意識の部分、これを潜在意識というふうに呼ぶわけなんですね。それから表面式というのは通常の意識状態で感じている意識の部分、これが表面式と。よくこの表面式を氷山の威嚇に例えますと、ですね、この1対9とかというのがありまして、で表面式を1、潜在意識を9というふうにすると、ですね、1人対9人で綱引きをするとどっちが強いかというと、圧倒的に9人の方が強いと。 それからまたこの潜在意識なんですけれども、えー、我々はですね表面意識しか感じられないので表面意識で頑張ると世の中がうまくいくというふうに勘違いをしているわけなんですけれどもところが、えー、と実際はですね潜在意識がいろんな出来事に先に反応してで行動を起こすとでその行動を起こしたその結果をあたから表面意識が解釈してですねおいで、えー、と世の中っていうのはこういうものだというふうに 思うわけなんですけども事実だという,う認識するんですけれども、だからこの,この部分が感じられれば、この表面意識でこの部分が感じられれば、ですねえと自分の世界という,ふうなものはこの自分の,この潜在意識が作っているというようなことをですねえが分かるんですけれども、ところがですねこの部分が感じられないんですよね。それなんでこれに気づけないわけなんですね。 でですね、この潜在意識がさまざまなことに反応するわけなんですけども潜在意識の中にはですね性格とか運命のデータが入っているとでこの性格や運命のデータっていうのはですねお母さんのおなかの中にいる子から小学校を卒業するようじゃないか要するに子供の頃に出来上がるわけなんですねでお父さんやお母さんっていうのはその最初からですね、子供を傷つけようと思って、えー、生きてるわけじゃなくてですね、子供を幸せにしてあげたいんですけどもやはり自分のですね、あのこれまでの 生、えー、い立ちからですねどうしてもこのげ変化をしてしまったりとかですね、えー、してしまうとそうすると子どもの心がしっかりと育たないとそれで潜在意識の中とういうところがですねこの潜在意識の中のデータがですね、えー、容易に変化してしまうとですね例えば1ヶ月前の自分と今日の自分がですね、えー、違う人間になってしまうと私は誰ということになってしまうので潜在意識の中のデータが変わらないようにこの 統合膜、潜在式の扉というのをですね、をでもってですね、ここのところを守っているわけなんですね。それからまたこの潜在式の扉があるんでですね、私たちの潜在式をです、ね、表面式で感じられるようになっていると、感じられないようになっているわけなんですね。で、でこの統合膜、潜在式の扉を、えー、開けるというふうなことがですね、えー、できるんですけどそれがですね、この、えー、潜在式コントロール法なわけなんですね。 でこのクラズナ博士っていう人が、心理の博士なんですけども、この人がですね、クラズナ理論っていうのをですね、打ち立てておりまして、で、この40年ぐらい前の話なんでですね、もうこれを使って実験をしてみるとこれ、この通りなわけなんですけれども、私たちの性格のデータは潜在式の中に格納されていると、通常の意識状態ではない、変性意識状態になると、潜在式の扉を隔てる、潜在式の扉を開けて、 正確なデータを探り、望む方向に変化させることができるんだというふうなクラズナ理論なんですけれども、実際に潜在式コントロール法を用いますとですね、こういったことができるわけなんですね。で、多くの人にですね、1万人ぐらいの人がこれによってラディアンスで,です、ね、変化しているというふうなことです。それからその変化させるようにですね、この潜在式内のデータを探り、望むデータを書き込むわけなんですけれども、これ何かというと、 実際に潜在式コントロール法を用いると潜在式の扉を開けてです、ね、潜在式の中のデータを探ることができると。でこの潜在式の中のデータはです、ね、このプラスのデータとかニュートラルのデータとかマイナスのデータとかというのがありましてですねで、どんなデータが入っているのかっていうのが探ることができるとそしてこのプラスのデータ、このところにですね、マイナスのデータを打ち消すような大きなプラスのデータをこのところに入れることができると。 そこでですね、性格改善とか、悩み改善とか、運気アップっていうのができるわけなんですよね。で、それからですね、このマックス・モルツ博士っていう人がいまして、最高サイベネティクス理論っていうのをですね、えー、展開しておりましてですね、この最高サイベネティクス理論っていうのはどういうのかっていうと、えー、この潜在式の扉を開けるとですね、この潜在式の仕組みとして、潜在式の中にデータを鮮明に イイメメーージジををすすれば鮮明にイメージをしてですね良いデータを入れれば入れるほど、ですねそのイメージなのか現実なのかというので脳が区別がつかなくなってきて、この良いデータを入れたんです、その良いその自分自身にですねどんどん近づいていくように潜在意識が、えー、世の中をコントロールしていくと、自分自身をコントロールしてくるというふうなやつなわけですね。潜在意識の仕組みとして変性式状態になって、鮮明にイメージをすればするほど、それが現実かイメージが区別がつかなくなると。 でそれなんで潜在意識コントロール法を用いてですね、変性子状態になって心の傷を癒やすイメージとか自分自身が成功してうまくいって喜んでいるイメージを何度も何度も繰り返し入れていくとそのイメージが実現化するというふうなことなわけですねそれで、えー、多くの人がですね、このアファメーションっていうのをですね、えー、やってどうにかしようというふうにしてるわけなんですけれどもでそれもですね、えー、通常の意識状態でアファメーションをして自分を変化させようとしていると、えー、これだともういかないですよね えとこの通常の一生体で,のではですねアフェメーションをすると一時的に気持ちが晴れるが人生はなかなか変わらないと、まあ、アフェメーションというのは何かというと私はひんひんによ日にくなっているとかですね私は成功して当たり前だとか私には成功する十分な知識と経験があるとかですねそういうふうな、えー、あの短いフレーズをですね、えー、言ってですね自分を鼓舞するわけなんですけどもでそうすると一時的に気持ちは晴れるんですけども えー、潜在式の扉がです、ね、閉まったまま行っているので、えー、全然変わらないわけなんですね。なので潜在式の扉を開けてアファメーションを何度もするとです、ね、どんどん効果が出るというふうなことなんですね。ほいでこの潜在式の中のデータが私たちの現実を作っていると。で通常の修行体では潜在式の扉がです、ね、固く閉じているので潜在式内にイメージを寄らず思うように目標達成とか頑張り続ぎができない。 でところが、この編成式状態になって潜在式の扉をですね開け、目標達成をしたり、それ願望実現をした喜びのイメージをあり得ると思い描くと、潜在式の中にそのデータが入り、潜在式が現実とのギャップを埋めようとしてくれるので、目標達成とか願望実現が甘くいくというふうなことですね。ですから、潜在式の扉を開けるということなんですが、一般の、えー 自己啓発のですね、本とかセミナーのではですね、潜在意識の効果というのはこんなにもすごいんだというふうなことを言っているんですが、えー、と通常の意識状態でいろんなワークを行うわけなんですね。でそれなんでこの潜在意識の扉を開けるというのがもう生来できている人の場合にはですね、それでうまくいくんですけどほとんどの人ができていないと。 えー、あるいは本を読んでる最中はとてもそうなんだと、これをやっていくとこんなすごい、えー、人間になれるんだとかしてですね、喜んでるわけなんですけども、実際に日常生活の中にそれを活用しようと思ってみると一向にも動かないと。で、それは潜在意識の扉が閉じてるからなんですよね。ですから、この潜在意識の扉を開けることによってですね人、人の能力を上げたりとかですね、することが容易になってくると。ところが、潜在意識の扉を開けずに、 やったとしてもですねトローになるだけでですね一向に何の変化も起きないというふうなことなわけなんですよねでこれが、えー、もう科学的にも分かっておりまして実際にこれを行うことによって多くの人が変化をしてきているとそれで次にですね、えー、ここまではなるほどそうなんだっていうふうなことが普通に分かるわけなんですけどもところがですねここから先はですね、えー、なかなかですね直感的に、えー、分かっていただけない方もたまにはいらっしゃるんですけども。 まあ一生懸命聞いていただきますと、ですね、えー、そうかというのに気が付いていただけるんじゃないかと思うんですが、潜在式を通じてつながるというふうなことがで,す、ね、できるんですよね。それでえー、と,ところがです、ね、通常の主要体では潜在式の扉が閉じているので、この意識レベルのつながりを感じることができないと。これでこの、こういうような形で,で、すね、我々はです、ね、意識の世界でみんなつながっている。 でわけなんですけども、この変性子業体になって潜在式の扉を開けると、この潜在式の扉を開けると、この表面式で潜在式を感じることができるというのは先ほどお伝えしたようなようですけども、さらにですね、他の人の潜在式につなぐることもできるということなんですね。それから、この原意識というふうなものにです、ね、つながりますと、宇宙の H とかですね、人類の H とかっていうのもつながることができるわけなんですけども、で、これをですね、 えー、私がただ言っているだけだと、またそんなこと言ってとかっていうような感じになるんですが、実際にですね、えー、これが理論的な裏付けが、ですね量子論という、こういうですねあの物理学の中の一つの学問なんですけれども、えー、と物理学の三大革命というのがありまして、まず最初はです、ね、ニュートン力学というのができたという、これはまず一番最初の大革命で、ですねその後アインシュタインが相対性理論というのを出したという。 これが第2番目ですね。第3番目はこの量子論と。でこの量子論を応用することによって、今の半導体っていうのがですね、できたりとか、あるいは今、量子コンピューターっていうのがですね、盛んに研究されてるんですけども、そういったものに応用されてると。で、これがですね、そういうふうなものだけじゃなくてですね、人間の意識の世界にもですね、活用可能になってくるというふうなことなんですけども、でこの量子の理論っていうのがです、ね、ありまして、 この量子の理論っていうのはこのノーベル物理学賞受賞者のロジャー・ペンロー博士とこの人なんですけどもえこの人はですねオックソド・フォード大学の教授をやっておりましてですねでそれでえ宇宙物理学者で,でノーベル物理学賞は何でもらったかというとブラックホールの研究とでブラックホールの研究にはこの量子論っていうのがですね欠かせないわけなんですけどもでここに一つっていうのはスチュワート・ハメロを博士っていうんでアリゾナ大学の教授で麻酔科医で心理学者なわけなんですけども でこのツア、うん、ー・トン・ホエルク博士がです、ねえー、この、えー、と麻酔科医なんですね、この脳の外科、えー、手術、脳の手術にです、ね、立ち会って、この麻酔を担当するわけなんですが、で全部ですね、血流が、えー、心臓が止まってです、ね、血流がなくなってです、ね、し、えー、まっているのに、この脳だけですね、えー、しっかりと働いていてですね。 でそれでこれは何なんだろうというような感じでその時にはこの脳,脳がです、ねこのえー、先ほどのこの部分とですね原子機とあの通信してるんだよとかな感じの言ってなんかしてるんですけどもそれから脳内でいろんな処理がなされているんですけども神経のあ伝達速度だとそこまでの脳の内での処理は不可能だと脳内では、えー、この量子的にですね、えー、通信が行われているんだというようなことをですね、えー 思いつきましてそれをそのローチャー・ペンゾー・サカと一緒にですねいろいろ研究をしているというふうな感じなわけなですけれどもでその量子の理論なんですけれども脳は、えー、脳内のマイクロチューブという構造を使って脳内だけでなく脳の外の宇宙全体とも通信しているというふうなことで,でこういった理論をですね、えー、打ち立ててもう20年以上経つんですけれども、えー、これを、あのー、多くの人がですね確認してきていると。 それからまた、量子真空エネルギーバリ論というふうなのをですね、アービン・ラズロー博士という人が、えー、提唱しているんですけれども、7人のノーベル平和賞も含むシンクタンクのブダペストクラブの主催者で、物理学者で哲学者で、このアービン・ラズロー博士自身もですね、2004年と2005年にノーベル平和賞の候補者になったんですけれども、残念ながら受賞できなかったと。で、このシンクタンクなんでいろんな情報が集まってきてですね、そしてその情報を、えー、精査していって、このアービン・ラズロー博士が、 ゼロポイントフィールドという超高速ネットワークの全宇宙版があり、私たちは意識の世界でみんなつながっていて、脳が操縦神機になっているとで。通常の使用体ではつながりを感じることができないが、編成使用体になると可能になるというふうなことなわけですね。これでこの超高速ネットワークというんですけどどのくらい速いかというとですね、えー、この 我々がこの w i f i を使っているのは電波なわけなんですけども電波というのは地球をですね1秒間に7割半するとだからこの、えー、地球上にいる限りはですねそれほどこの、えー、速度そっちの方のですね伝達速度というふうなものは気にならないわけなんですがところが宇宙レベルで、えー、考えてみるとですねちょっと先の先端、えー、銀河系まで行くのにです、ね、あの何光年とか。 それがさらに先に何万光年とかかかるとかという,ような形で,ですねえその宇宙規模で,ですねえ通信をしようと思うと、光よりも速い何かを使わないと、それがそのうまく通信ができないと、その光よりも速いその通信ができるのがこのゼロポイントフィルールドという背景を使ったですねえとこの量子真空エネルギー場というのを使ったですね超高速のネットワーク。 でその長候をそこに入れた上で、我々はですね意識の世界でつながっているとかっていうような感じのことをですね言っているわけですね。ですから、非常に早くですねつな、えー、ぐことができるわけなんですねでその、えーと。なぜそこまで早くならないといけないかっていうと、ですねこの、えー、京セラの稲森さん、JAL、えー、の再建をしてです、ね有名にな、一躍有名になったわけなんですけども、京セラの稲森さんが、ね、こんなあのことをですね、 知恵の蔵というい生き方という本の中でですね言っているわけなんですけれども、えー、でこの知恵の蔵それはいわば H の井戸だがその所有者は人間自身ではないと例えば神や宇宙が隠している普遍の真理のものでその知恵を授けられることで人類の持てる技術は進歩し文明を発展させることができたとこの知恵の蔵というのがですね、えー、この潜在意識の奥底にあるわけなんですけれどもそこに、えー、到達するにはですねこの ゼロポイントフィールドという超高速ネットワークの全宇宙版で、これを使わないとですね、届かないわけですねそれからまたこっちの脳の外の全宇宙とも通信しているというので,で,す、ね、でこ,のこのところもですね、この辺りにですね、そういった知恵の蔵というのがあるわけなんですけれども、えー、こはるか奥底にですつ、ね、ながるという,ふうなことをすることによって可能になってくるとそれで この知恵の蔵につな、ね、ができるとでこの知恵の蔵に繋がったので、えー、この強制をです、ね、しっかりと発展させることができ、それから JAL も再生することができたんですよ、と言ってるわけなんですよね。でそれで、えー、とこのです、ね、知恵の蔵に繋がって、えー、いろんなあの功績を上げた人にはこんな人たちがいるんですけれどもで、この中で、このエイソンとかジョブズとかですね、稲森さんとかっていうのは、意図的に 知恵のくらいにつなぐことができて、それで多大な行政が荒れることができたと。で、ここに、下にいるですね、このえアルキメデスはですね、この湯船からお風呂が溢れあ湯船からお湯が溢れてるのを見て、古くに気がついたと、この偶然気がついたわけですね。で、このニュートンもですね、リンゴが木から落ちるのを見て、バイオ引力に気がついたと。 だからこうやって偶然に気がつくというのも非常に大切なんですけれども、自分が必要なときに意図的にこのチェルヌクラにつながってです、ね、そこからアイデアを得るというのが、ね、非常に重要なわけなんですね、こっちの方が。これでこの、こういった話を聞いてもです、ね、うんとかってはまだ思ったりなんかすると思うんですけども、これをです、ね、科学的に実験をしてです、ね、裏付けた人たちがいまして、 意識というふうなものがですね、えー、この機械とか植物とか人間に作用するんですよというふうなことをですね、えー、実験によってですね、科学的な実験によってですね、確かめたという人がいましてですね、まずこの一番最初はですね、この、えー、プリンストン大学の工学部長のロバート・ジャン博士という人なんですけれども、人間の思考が 電気機械に影響を与えることができるということを30年の間にです、ね、250万回以上の実験を繰り返してです、ね、そして確認したと。乱数発生器というのを用いてです、ね、その出力によってアメリカインディアンの絵を出すかカウボーイの絵を出すかというのを、ね、決めてです、ね、そ PC 上にです、ね、表示するわけなんですけれどもこれでこの被験者を PC の画面の前に反らせてですね インディアンの絵がたくさん出るようにというんです、ね、意識をしてもらうとです、ね、インディアンの絵がたくさん出るようになると。そして次にです、ねえーっと、カーブウ絵がたくさん出るよという感じです、ね、送るとです、ね、今日、カーブンェの絵がたくさん出たと。でこのようにです、ね、この200万回以上の実験を繰り返して、人間の思考は機械に影響を与えることができるというこの結果が得られたと。 それでこの他の大学の先生たちもですね追試を行ってそれを確かめているというふうなことなわけなんですけども結局この、えー、乱数発生器っていうのは周りの環境が変化してもですね、えー、その乱数を発生させるその、えー、度合いとかっていうのがですね変化しないように厳密に作られた装置なわけなんですねそんな装置にであるにもかかわらずですね人間の意識を使うとですね その卵数の変発生の様子をです、ね、変化させることができるんだという、一般ではです、ね、考えられないようなことをです、ね、このロバート・チャーハン博士が250万回以上実験を繰り返してで、その確認に成功しちゃってるというわけなんですね。ですから、意識が機械に作用するんだというふうなことが、現在では実験によって確かめられていると、それからこの意識がです、ね、植物に作用するんだというふうなこともです、ね、実験によって確かめられているわけなんですけども。 えーとこういうふうなです、ね、大麦をですね A 軍、B 軍、C 軍、D 軍、さらにですね EF 軍というのがあるんですけども、これに30粒ぐらいずつです、ね、分けまして、それでこの会場に集まった人に、ですねあるいはインターネット経由で参加した人に、ですねこの A 軍のおこの大麦がですね健全に育つようにというような感じで意識を送ってもらったと。でそうしてえーと その後ですね、地面に植えてです、ねで、その成長の様子を測ったところです、ね、この A 軍はです、ね、56ミリも伸びてしまったと、で意識を送らなかった BCD 群は48ミリと、そしてです、ね、存在を知らせなかった E 群は45ミリということで,です、ね、この存在を知らせなかったっていうふうなことをするというのは、二重盲検法の手法の一つな、実験方法の一つなんですけれども、 これまでですね、意識の研究がなかなか進めなかったのがその二重盲検法とかっていう実験法がです、ね、確立されてなかったからですねで。この二重盲検法をすることによってこうやって、えー、このですねこれとこれだと何かまだその別の要因が入ってるんじゃないのとかっていうことなんですけどこの二重盲検法っていうのを使うことによってこれとこれの差がです、ね、しっかりと出てるわけなんですね。 でそれなんで、この意識が、ね、植物の作用しているんだというのはですね分かるわけなんですけれども、それからまた、この二重盲検法を使ってです、ね、この、えー、ポール・ドラン博士とです、ね、ジェフリー・エル・ファニー博士とかっていう人がいまして、こ,れがあの,この方々がです、ね、実験を行ったんですが、えー、この A, A さん、B さん、C さん、えー、このよう,うな感じで3人の人に脳波形を、えー、つなぐと。 でこの誰が A さんか B さんか、こっちの2人のうち誰が A さんか B さんかというのはですね誰も知らないと。でその A さんの、えー、この脳波がですねこのところに映し出されていると。でそのでノウハウをいろんなのの部分のノウハウを平均して、ですねそしてアルファ波の量がです、ねえー、アルファの比率がこのところに出ているわけなんですけども。でこのの参加者人にですね この A さんの脳波、A さんというのはこの,この人、あの人とかというんじゃなくて、この2人のうちのどちらかなわけなんですけれども、でえー、とこのです、ね、ターゲット A さんの脳波、ね、えー、とノウハウのアルファ波がです、ね、たくさん出るようにというので,です、ね、意識のギーに送るとで。そうしていくと、この A さんだけの脳波、ね、がスーッとアルファ波の割合が増えていくと。 で他の B さんと C さんはですね C さんの存在は知らせとかないわけなんですけども日中文化検討でですねでそうすると B さんと C さんの脳波ウウはですね全然変わらず A さんだけが変わってくるという,ふうな形でですね意識の輸入を送るこれがですね人にもですね作用するだから機械植物人というの、ね、はだんだんあの複雑化していったわけなんですけどもこうやってですね意識が えー、周りに作用するんですよというふうなことがです、ね、この分かってるわけなんですけどもですから我々は意識の世界でつながっているというふうなことをですね、えー、と理論的にも、えー、それから実験的にもですね確認することができているというふうなことなんですがこうやって意識の世界で我々はつながっているというのでですね引き寄せというふうなものがあるわけなんですけども引き寄せ人を引き寄せられるのも人同士がつながっているからと。 で物を引き寄せられるのも物を持っている人と繋がっていてその物を自分のもとに送ってくれるから引き寄せられるんですよとでお金を引き寄せられるのもお金を持っている人と繋がっていてそのお金を自分のもとに送ってくれるからなんだとチャンスを引き寄せられるものもチャンスを提供してくれる人と繋がっていてそのチャンスを自分のもとに送ってくれるからなだとだからこれまで引き寄せの法則とかって言ってですね、えー、多くの人がですね、えー、自分を引き寄せるんだって言ってですね頑張ってきたわけなんですがところが 引き寄せがです、ね、うまくいっている人が、えー、たまにしか、なんかたまに報告されて、わあすごいですね、なんで、自分は引き寄せがうまくいってないんですよって人が圧倒的な多いわけなんですね。それはなぜかっていうと、潜在意識の扉を開かずに、通常の意識状態で行っていたから、ですねうまく引き寄せが成立しなかったわけですね。ですから、しっかりと潜在意識の扉を開けてです、ね、そいで、えー、とれ々れ意識の世界でみんなつながっているという、そのつながりをですね生かす。 これによって、非強制がうまくいくようになってくるというわけなんですねで。それなんで、このようにですね、潜在式コントロール法ということで、この潜在式の扉をまず開けると。通常の修行体、でいくら頑張っても潜在式の扉は閉まっているので,です、ね、もうまくいかないと。それなんで、潜在式コントロール法を用いて潜在式の扉を開けると。でそして、潜在式内のデータを探って、えー、その望むデータをですね、大きなプラスをですね、入れて、望む方向に書き,書き直す、書き換えると。 それから潜在式を通じてですね、みんなつながっているというのでそのつながりをしっかりと利用すると良いアイデアを一度的に出せるようになったりとか、えー、その引き寄せを十分、ね、にコントロールするようになができたりとかっていうことになってくるとそ,そんな感じになるわけですねそれからまた運命のデータを探ったりとか良い選択肢を選んだりとかするそういったことができるようになってくるわけなんですね でそれなんで、この潜在意識をコントロールするっていうのが非常に重要なわけなんですけれども、じゃあどうやって潜在意識をコントロールするんでしょうかというふうなことなんですが、潜在意識をコントロールする核となる技能の解説と実習をこれから行っていきます。えー、この潜在意識をコントロールする方法がですね、一つが瞑想法と、でもう一つが催眠療法なわけなんですけれどもですね。 で、催眠療法というと、催眠症の、催眠術とですね、勘違いする人がいるんですけれども、催眠療法と催眠術はですね、えー、名前は同じなんですけれども、違うものなんですね。で、催眠術というのは、種も仕掛けもある方でで、すね、こっちの催眠療法というのは、えー、種も仕掛けもないと、それから NLP というのは、実は現代催眠というふうに言われるものなんですね、現代催眠。 でえー、とこの催眠療法は古典催眠というような感じのものなんですけれどもですね、えー、ですから NNP というのは実は催眠の一種だったというふうなことになるわけですけどでそれで、えーとですね、これまず瞑想についてなんですけれども、この潜在意識コントロール法のですね、まず具体的な方法と、これでこの自分の心の内とかですね、相手の心の内とか、それから、えー、この 知恵の蔵とかですねそういったところにですねつなることができるわけなんですけどもですね。れでこ,こ,でえー、とこれまでの瞑想とですね違うのがこれまでの瞑想というのはただ打ち座るというだけだったんですがこのソニックメディテーションというのはですねこういうふうにスマホとか PC とかをですね使ってですねこうやって、まあ、ヘッドホンはつけてもつけなくてもいいんですけどもここから出てくるですね音をですね聞くことによって瞑想を深めていくというふうなところが非常に 特徴的なわけなんですが、でこの、えー、と瞑想をです、ね、社員教育に取り入れる、こういった、えー、と機ですは、ね、たくさんあるんですけれども、IBM とか GM とかっていうのは今から40年ぐらいも前にです、ね、すでにこの、えー、TM 瞑想っていうのをです、ね、社員教育に取り入れてしまっていると、それからインテル、g l e Facebook 社、これはです、ね、今から10年ぐらい前にです、ねえー、マインドフルネス瞑想っていう瞑想法を取り入れているわけな,わけなんですけれども、 こういうふうにですね、瞑想っていうのはですね、現代人にとって必須の、えー、技能なんですよと。それで、えーと、Google のマインドフルネス革命っていう本がありまして、Google 社員5万人のです、ね、10人に1人が実践する最先端のプラクティスというふうな感じなんですけども、でこのですね、えー、マインドフルネス革命、この本の中にはですね、Google ではですね、1日の勤務時間のうちの45分間、 瞑想の時間として使ってもいいですよというふうなことがですね、社員に許可、えーえー、されているとかっていう、そういう粋な計れをする会社でありまして、ですから、これから瞑想に行ってくるんだよとか、瞑想やりに瞑想ルームに行ってくるんだよとかって感じでですね、えー、職場から抜けてですね瞑想をやりに行くんだそうですけれどもですね、えー、それからですね、この世界のエリートはなぜ瞑想するのかっていう本がありまして、これを、この題名をですね、えー、しっかりと見てみますと、 世界のエリートになるには瞑想をしないとできないんですよというのとです、ね、同じなわけなんですね。で、瞑想するとどんないいことが起こるのかというと、洞察力、決断力、集中力、想像力、直感力を上げることができると、それから平常心をしっかりと保つことができるんですよというふうなことなんですね。ほいで、この瞑想をしている有名人というのをですね、インターネットで検索するとですね、ものすごい数の有名人がですね、上げられるわけなんですけれども、アップルのジョブ氏。 共生の稲森さん、それからマイクロソフトのビル・ゲイツそれからなんと安倍晋三元総理大臣とかっていう感じですね。それからビートルズの4人もですね、瞑想をしていたっていうのは非常に有名なわけなんですけれども。で、こういった瞑想の効果、えー、この瞑想の生理学っていう本がありましてで、これは日経サイエンスっていうところから出てる本なんでですね、ちっとしたことが書いてある本なわけなんですが、えー、っと、血中の疲労物質をですね、 測っていってていですね瞑想をする人と、それがただ横になる人と、どっちが血中の疲労物質がですね早くなくなるかというのを試したところ、瞑想をしている方がですね血中の疲労物質が早くなくなると。なので、瞑想はですね疲労を早く回復させるというふうな効果があると。それからこの本以外にもいろんな本の中に書いてあるんですけれども、瞑想することによってストレスをためないとか、集中力が高まるとか、平常心が保てるとか、アイデアが浮かぶとか、人間関係が良くなるとか。 直感力が高まるので運が良くなるとか、えー、こういったことがですね言われているわけなんですね。ところが、この瞑想というとですね、多くの人が、ね、ヨガの瞑想、それから、えー、IBM とか注文がやっているこの天瞑想、こういうのも思い出すんですけども、これらはですねヒンズー教由来と、それから座禅、ビバッサナ、マインドフィネス瞑想、これはですね仏教由来なんですね。それからまた、神道の祝詞とかっていうのは、お祓いとかっていうのは、これもありますけどもですね、えー これもですね、宗教由来と。であの、一般的にですね、その宗教と共に発展してきたのがこの瞑想と。これなんで、宗教なので信心深い人が上達するようにできていると。一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーション止まりなんですよと。で、ところがリラクセーションじゃなくて、もっと高い効果、えー、瞑想のそれ以外の効果をですね、生かしたいというふうに思った場合には、えー、この宗教、 なんで,です、ね、新人深さとです、ね、10年以上の長い歳月を生活習慣の大幅な変更等の苦行が必要になってしまうとだからこんなことはです、ね、なかなかやってられないというような感じで,です、ね、ソニックメーテーションというのをです、ねえー、作り上げたわけなんですけどもこの新人部活もいらないし長い歳月もいらないし生活習慣も変えることも必要ないし苦行も必要ないというです、ね、その現代人のための瞑想法がソニーで研究したソニックメーテーションなわけなんですが。 でそれで、ですねこのマインドフルネス瞑想、今、これが非常にですね、えー、盛んに行われているわけなんですけれども、この実はマインドフルネス瞑想というのは、マインドフルネスのストレス軽減法という、ですねストレス低減法という、えー、なんで、この、ジョン・カバット・ジンというですね、えー、マサチューセッツ大学の教授がですね、えー、このストレスをですね低減させるための方法としてですね、作ったわけなんですけど研究したわけなんですけれども、 で瞑想という方法だったんで、えー、非常にその多くの人がです、ね、興味を持ちまして、でそれで、えー、とこの大学の教授が研究を、どこかの教授が研究をするとですね、ね他の教授もです、ね、そのことをです、ね、研究するってです、ねえー、という、大学内ではどこかが始めると、あの他の大学でもどんどん研究が広まるという、そういうの,は、うん、のがあるわけなんですね。それなんでこの、いろんな大学で研究が盛んなりまして、でそれを聞いたしたですね、 グ、えーグル社がそれをさらに取り入れていったとかっていうのでさらにその広まっていったというわけなんですがところがこのマインドフルネス瞑想のです、ね、本の中にこのモンキーマインドっていうふうな説明があると、えー、実際にマインドフルネス呼吸法や雑念を行ってみると人は思考や感情心配願望苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなのですと頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない様子をさらに機械に飛び落ちる様子で例えるわけですななかなかこの うまくいいかななわけなんですよね瞑想っていうのをやったとしてもでそれなんで多くの人はリラクセーション止まりで終わってしまったりとか、えー、うまくいかないっていうんで途中で中断をしてしまうというふうなことなですねでそれでこの瞑想の中にですね大きく分けまして教師なし瞑想と教師あり瞑想っていうのがあってですねでえっ、ー、と旧来の瞑想法はほとんどが教師なし瞑想なわけなんですね で、私も教師なし瞑想っていうのをですね、研究を長い間してきたんですが、こっちの方だとなかなかうまくいかないと。でそれで教師なし瞑想っていうのに出会ってあるんですけども、これをやってみるととてもうまくいくというふうなことなんですね。で、わかりやすく言うと、教師なし瞑想っていうのは、例えば、えー、学校でですね、今日はこの授業が休みなんだよと。学校の先生がいないんで、あ授業は休みじゃなくて、あのえー、この自習なんだよと。 で自習でこのプリントをやってくださいとかっていう感じで別の先生がです、ねえー、持ってきましてそうすると生徒はです、ね、あ今日は先生いないんだって喜ぶわけなんですけどもところがこの自習をやってるとですね疑問点が湧いてくると先生がいないんで、えー、なんかそこのところはもやまやした。それからあと何か、えー、新しいことを知りたいんだけどもと、えー、先生がいないと生徒の想像力が足らなくてですね新しいことを知ることができないとところがこの教師ありですと疑問が湧いてくれば先生に火はいいし それから、教師だけだと、じゃあ、生徒だけだと、想像力が足らなくて、新しいことが理解できないのを、先生がその想像力を助けとなるようないろんなアイデアを出してくれるとかっていうんでですね、教師ありの方がですね、圧倒的に授業が進むわけなんですが、それと同じように、教師、瞑想もですね、教師なしよりも、教師ありの方が圧倒的にうまくいくと。だから、教師なしの場合だと、リダクセーション止まりが精一杯で,ですね、一般人が。 お坊さんになっても本格的にやるってなっていると,、えー、と、教師なしでも長年のです、ね、苦労をすればです、ね、いろいろなことができるようになってくるわけなんですが、ところが、えー、とこのお坊さんになってまで瞑想しようなんてなかなかです、ねえー、思わないわけなんで,です、ね、今の自分の能力をどうにかしたい、今の社員の能力をどうにかしたいの、瞑想を使うという時には、えー、教師なしというのはです、ね、なかなかうまくいかないと。それでこの えと強者利用の瞑想をするとですね脳トレというところまでですねあの瞑想をですね引き上げることができるわけなんですね。で、えー、とマサチューセッツ総合病院とですねハーボード大学の医学部がですね共同実験をしたんですけれども、この MRI というですね装置を用いてですね瞑想をやる前の、えー、人のですね、えー、脳の断面を測ると、で瞑想をその数か月間続けてですね、 そしてまた、この MRI の中に入ってですね、脳の断面をですね、測ってみると。でそうすると、脳の中の変化がですね、測定できるわけなんですよね。で、そのどこに注目したかというと、まず海馬、記憶を司る海馬。海馬の体積がです、ね、瞑想することによって5%増えたというデータがですね、出たわけなんですよね。で、それから、ですから、この海馬というのは記憶を司っているので、記憶力が良くなると。 それから、能量というのはです、ね、この左右の脳を結んでいる神経の束なわけなんですけども、人間の脳はその左脳と右脳で,です、ね、役割分担をしているのでですね、ですから、脳量の断面積が、ね、実際に瞑想することによって増えたわけなんですけども、そうすると脳の働きが良くなるということが分かってりまして、それから言語矢というのがあってです、ね、この言語矢の体積が増えたという,ふうなことが分かりまして、というと、この知恵の隠 知恵の蔵からのメッセージをです、ね、言語化することが得意になるというふうなわけで、で,ですからアイデアをどんどん交わせることができるというふうなことがです、ね、分かったわけですね。それからこの扁桃体はです、ねえー、体積が減るんですよね。扁桃体というのはあの感情を司っているわけで、扁桃体が大きくなっちゃうと、何かあの嫌なこととか辛いこととかなるとです、ね、動揺してしまってです、ねえー、うまく人生が進まないと。ところが扁桃体の体積が減ることによって動揺することが少なくなっている。 だからなんかいろんな問題が起きたときに的確な判断が可能になってくるというわけなんですね。扁桃体の体制が必要なのだとか。なのでこの、えーと、これまでの旧来の瞑想法だと、瞑想はリラクセーション止まりだったわけなんですが、えー、この脳トレ、この新しい瞑想、そ,れにその、この教師あ瞑想を使ってやってるんですね。脳トレができるようになっていると。じゃあなんでそういうふうな、えー、リラクセーション止まりの瞑想法を企業は取りれたかというとですね、 実はですね、えー、これがあったわけなんですよね。この雑念を抑える練習が重要というふうなことになっているなんですけども、えー、普通の企業はですねうつ病の罹患率が30人に1人というふうに言われているわけなんですけどうつ病の罹患率が30人に1人と、まあ、それでもかなり多いんですけども、IBM とか j m とか、Intel とか Google とかですね、えー、そういうところのですね人たちというのはですね、 えー、非常にこのコン,コンピューター関連の、えー、をやっている人たちっていうのはですね脳を酷くしてしまっているとでそうするとですね脳を酷くすると脳が疲弊してですねおいで、えー、セロトニンっていう脳内に伝達物質がですね出にくくなってきてうつ病になっちゃうわけなんですねでそれで、えー、と普通の企業では10人30人に1人がうつ病になるに、えー、対してですねそういうふうな 最先端企業ではですね10人に1人というので3倍ものうつ病になる人の数が増えちゃうと。これでこのそれはです、ね、その雑念を抑えるというのはどんなにあのいいのかというと我々はですねぼーっとしているときにはですね実は脳が休んでいるというふうにだからなんか一生懸命ですね計算をしたなんかしているときじゃなくてぼーっとしているので脳が休んでいるんじゃないかというふうに思っているわけなんですがところがそのぼーっとしているときには脳はですね、えー、これまでの 自分の思い出をです、ね、いろいろ思い描いては未来に同じようなことが起きたらこんなふうにしよう、あんなふうにしようというような感じでですね、えー、脳を働かせているわけなんですけれども、えー、そ,れでその時にですね、一般的に私たちはですね、プラスのことを考えるよりもネガティブなことを考えることが圧倒的に多いわけなんですね。でそうするとネガティブなことが頭の中にいっぱいになって脳が疲弊してしまってでですね、れでうつ病になってしまうと。 いうよなななことなわけなんですが瞑想をしてですね雑念を抑える練習をしていくと頭の中にネガティブなことが思い浮かんだ時にそれをですね抑えることができるとでそうするとうつ病にならずに済むっていうんでですね、えー、自分がですねじゃないあの瞑想が盛んにあの使われているわけなんですがでもその、えー、これをですね教師なし瞑想じゃなくて教師あり瞑想で脳トレをすることによってそれだけじゃなくてもっといろんなところまでですねうまくいってしまうということになるわけんですね。 で雑念を抑えるというふうなことに関してもう一回確かめてみますと、えー、私たちの脳っていうのはマルチタスク状態なんでですねコンピューターに立てるとマルチタスク状態で一度にいろんなことをすることができるとところが一度にいろんなことができるんでこれに意識を集中したいというときにもですねいろんなことが頭の中に浮かんできてしまうと、えー、そ,うそれをですね瞑想することによって雑念を抑える訓練をするとですねこれだけ にですね、意識を集中するとそうすると脳のリソース全体を使ってです、ねえー、この仕事をすることができるので脳の疲弊を防いで,です、ね、集中力アップができるようになっていると,というようなわけなんですねでこのようなことをすんなりとできるようにさせるようにソニーで研究して完成させた脳トレ法がです、ね、ソニックメンテーションなわけなんですね最新の心理学とか脳性学を応用しているので宗教もえんとで空業なし1回目のセミナーから気のエネルギーも感じることができると これで、えー、瞑想の効果だけじゃなくてチャクラの効果も身につけてですね、えー、と瞑想を日常生活に生かす技能を、えー、旧来の瞑想法では10年とかかかったんですが3ヶ月間で,です、ね、楽しく身につけることができるとこういうふうな感じなんですねでどうしてこんなすごいことができてしまうかっていうとです、ね、チャクラというふうな効果をです、ね、十分に生かす瞑想法にしたからなんですね でそれから、あとは脳トレが十分にできるようにしたとかっていうような感じのわけなんですけども、それで、えっ、ー、と、旧来の瞑想法をですね、えー、いろいろその心理学とか脳性理学とかですね、それから物理学法も応用してですね、調べていくと、なぜ瞑想の状態が発生するのかとか、どのようにしたら瞑想をですね、より深く見ることができるのかとか、ですねどのようにしたら潜在意識の扉を上手に上げることができるのかとか、そういうようなことがですね、えー、科学的に分かってきたわけなんですね。 ところがあの、旧来からの瞑想法というのは、5000年ぐらい前に始まった瞑想法をベースとしているので,です、ね、そういったことには一切も無頓着で、えー、伝統というのをです、ね、守って、えー、それからあと、上手にするためには、滝行、えー、と,とかっていう感じで苦しめれば、肉体を苦しめればいいんだよと、千日解放業とかっていうような感じで、えー、千日間、ひたすら走り回ればいいんだよとか、そんな感じのです、ね、修行法が、えー 盛んになってておりまして瞑想の方も士官多雑でただ座っていればどうにかなるんだよみたいな感じでですね、えー、瞑想がしあの発,展発展というか受け継がれてきたわけなんですねで。そういうのをちゃんと最新の心理学や脳性理学を応用して確認したらですねいろんなことが分かってきて、えー、この3ヶ月間でですね楽しく身につけることができるようになっちゃうと。でどうやってやるのかというとこのチャクラという風なものをですね使っていくとで。チャクラというのはどんなものかというと 不思議なものでも何でもなくてですねこの脳から背骨を伝わってですね各臓器に神経がつながっているんですけれどもその神経の分岐点を医学用語で神経層という,うに呼ぶわけなんですけれどもこの神経層がチャクラに当たっているとそれからこの神経層にはですね内分泌腺というのがありましてですねでこれが各チャクラに一個ずつ対応してるという,ふうなことなわけなんですけれどもこの、えー、とこの 1> 第1チャクラというのはですね、えー、この仙骨神経層にあたりまして、第2チャクラが、えー、腰のところにあるので、腰神経層、第3チャクラが太陽神経層、第4チャクラが心臓神経層、第5チャクラが頸神経の首のところにあるので、頸神経層、で第6チャクラが総経動脈神経層、第7チャクラが大脳皮質自体なわけなんですね。そして、それからあのホルモン。 を分泌する内分泌腺はですね第1チャグラが副腎で第2チャグラが生殖腺第3チャグラが膵臓第4チャグラが胸腺第5チャグラが甲状腺第6チャグラが脳下垂体第7チャグラが消化体というような感じになってくるんですねですからこの、えー、と神経が大きく分泌する神経層と内分泌腺これをの機能をですね、えー、しっかりと上げることによって人間の初機能を上げてしまうと 我々が本来持つ小機能をです、ね、上げることができるという,こういうふうなとても素晴らしいわけですね。でそれを、えー、可能にし、えー、する方法として共鳴という共鳴現象というのをです、ね、使うわけなんですね。で例えばこの学生時代にです、ね、理科の実験で、えー、音差の共鳴というのをです、ね、習うわけなんですけども同じ周波数で振動するです、ね、音差に共鳴箱をくっつけて迎え足すと。 こちらを叩くとこちらを叩いてないのにこっちの音声が振動しだすというこういった現象がありましてですねおいでこの各チャクラにですね共鳴する音と色と意識と子どものエネルギーというのがあってですねでこれを瞑想の先生がですね瞑想の生徒さんに向かってですね送ると瞑想の生徒さんもしっかりとチャクラを活性化するんだというのを持ってないとダメなんですけどチャクラをしっかりと活性化すると思いつつ このエネルギーを受け取ると、ですね、っと開いてしまうというふうなことが分かっているわけですね。それで、どんな、えー、とエネルギー、音と色はどんなのかというと、大チャクラというのは、微低骨のところにあって、うーんって音と、赤色のエネルギーでこのチャクラがです、ね、反応するというふうなことが、もう長年のですね、このチャクラとの人間の付き合いでですね、分かってきていると。それから第二チャクラというのは、下腹のところにあって、うーって音と大体色に共鳴すると。 第3チャクラは水落ちのところにあって、おーっていうと,と黄色に共鳴するとで。第4チャクラは胸のところにあって、あーっていうと緑に共鳴するとかですねで。第6チャクラは眉間のところにあって、いいっていうと,と、あ色に共鳴すると。青色っていうのは紫色と青が混ざった色で,で。第1チャクラと第7チャクラはこうやって向かい合ってありましてですね。第2から第6はですね、お腹側と背中側にあって、意識のエネルギーがですね時計回りにこうやって入ってくるというふうなことが、これまでの研究によって分かっている。 でそれからこのオーラっていうのもあるんですけどもオーラっていうのはですね簡単に言うと私たちと周りとのつながりですから意識の世界で我々はみんなつながっているというそのつながりをですねイメージしたものなわけなんですけどもでオーラもですねオーラの機能というふうなものをですね言葉の意味でですね送ってあげるとオーラもです、ね、しっかりと整ってくるというふうなことが分かったわけですねそれで、えー、と瞑想のやり方なんですが えと手のひらを上に向けてですねこうやって座ってもらいまして、背筋をピッと伸ばしてで、えーと、このように私のようにですね顎を引くんじゃなくって、私の妻のようにちょっと顎を上げると、そうすると、背骨の上にですねちょうど頭がです、ね、乗っかる感じなんですね。でそ,のそれをすることによって、長時間ですね瞑想をしていても、えー、肩が凝ったりしなくて済むという,ふうなことになります。それからこののようにですね両方の手を目 えー、手のひらを上に向けてですねあの膝の上に乗せれることによってもう一人の自分と瞑想をしているというふうにイメージすると背筋をピッとするだけでなくですねもう一人の自分と背中合わせになって瞑想をしているというふうに想定すると背筋がピッと伸びるだけでなく自分ともう一人の自分とで,です、ね、ピラミッドを作っているというふうなこともイメージするとそうするとピラミッドパワーも享受できるというふうなことなんですねで両方の足はしっかりと地につけておく。 か床に座るか、えーまあ、あの結果、不座というふうなことができれば、ですねそういった形をとってもいいわけなんですけども、こんな感じで座ってもらうと、でそれで、えーと、このですね瞑想をこれからしていただくんですけども、瞑想をするときにです、ねえー、気をつけておかなきゃいけないことがありまして、多くの人の瞑想の常識と、実際の瞑想とは違うんだというふうなことなんですね。 で瞑想というのは無になるんじゃないかと多くの人は思っているんですけど無になることはなくて、ですね、えー、次から次へといろんなアイデアを思い浮かせる、これが瞑想なわけなんですけども、それで、えー、とだけど、雑念とですねその、えー、宇宙の位置、知恵の深からのメッセージというのは全然違うものなんで、ですねそこは区別しないといけないわけなんですが、それからこの通常の集大で目をつぶっている人は何ら変わらないんだ言うと、瞑想の状態になっても。 これがですね、多くの人は何か瞑想の状態になると瞑想に入ったという自覚が何かあるんじゃないかという,ふうに思うんですけどもこれはほとんどないんですねそれから瞑想の状態になるとなんか意識のコントロールをされてしまった何かしてですね、洗脳されちゃうんじゃないかというふうに思ったりなんかするんですけども自らが積極的にイメージしない限り人からイメージをコントロールされることはないと潜在意識につながるということはできるんですけどもそれによってですね、なんかイメージをコントロールしてなんか洗脳してしまおうと そういったところもはできないと。だから洗脳のプロセスと、えー、この瞑想のプロセスはですね、全然違うわけなんですね。それから、こういうふうに、えー、なかなかこの瞑想をしているかどうかっていうのを感じることができないんですけど、瞑想に慣れてくるとですね、瞑想中にですね、あ集中力が上がってきたなとか、ああ、いろんなことがひらめくなとか、洞、え、察、ー、力が豊かになってきたなとかっていう感じがですね、だんだん気がついてくるわけなんですね。 じゃあ実際にこれからですね瞑想をやるんですけどもこのソニックメディテーションのやり方というのはどうやっているんだろうかというのをですねお伝えしますでこのソニックメディテーションはですね長年瞑想をですねやっていなくてもスッと瞑想の状態になれるというのはなぜかというとこの教師あり瞑想でこの教師あり瞑想っていうのはこの教師が瞑想の誘導文をですね読んでいって でそれに対して、瞑想のです、ねえー、をする人はです、ね、この文章をしっかりと解釈して、その通りに、えー、イメージするというふうなことをするわけなんですね。それなので、この、えー、っと、文章をしっかりと聞いて、それを解釈するというふうなことをやるので、脳トレがしっかりとできるわけですね。普通の瞑想法、これまでの瞑想法っていうのは、ただ黙って座るというふうなことで、えー、ぼーっとしてしまうわけなんですね。それなんで、えー、この脳トレとかっていうのはなかなかできないわけなんですけれども。 でえー、とどうやってやるかというと、私がですね、意識を第一チャクラ、B 蛍骨のあたりに向け何度も深呼吸をしましょうと言いますので、あ、第一チャクラは B 蛍骨のあたりなんだなっていうふうに思ってもらうと。なので、えっ、ー、と、このチャクラについてですね、知識が全くなくても、えー、チャクラをですね、しっかりと開くことができると。第一チャクラ、B 蛍骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてみましょうと。で、えっ、ー、と、意識を B 蛍骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、これは、うーんって音なわけなんですけども、 えー、お腹をへこませながら、だから腹式深呼吸をしてくださいというわけなんですね。で鼻から息を長く上げましょうと、えー。鼻から吐いて口から吸ってとかっていうんじゃなくて、鼻から吐いて鼻から吸うとかっていう感じですね、ずっと鼻全部鼻呼吸でやっていきます。で、口角を上げてなんですけども、口角を上げることによって、セロトニンの分泌を流すことができるんですね。口角を上げるというのは、ニコっとかってするわけなんですけども、瞑想中は口はへの字型にしてやってるんじゃなくて、ニコっとしながらやりますと、セロトニンの出がよくなると。 ここれでこの瞑想中にですねこの瞑想の誘導文を聞くことによってですね、えーえー、とリズミカルな刺激を脳が受けるとそれによってセロトニンの分泌が常に盛んなっていくとだからその予備術をすることによってこの,この口角を上げるということをしますこれで鼻から息を長く上げましょうつってうーんとかって言ってきますのでですね、えー、この息を長く吐くことによって、えー、と副交感神経を優位にすることができるんですね、えー、私たち現代人は えー、このいろんな刺激によってです、ね、交感神経が興奮しっぱなしそれなんでいろんな病気になってしまうんですけども副交感神経もしっかりと働かせることによってです、ね、バランスを取るとそうすると,、えー、と交感神経と副交感神経のバランスがしっかりと取れるようになってくるんで、えー、自律神経がです、ね、正常に働いてくれるようになってくるんですねだ長く息を吐くことによって副、えー、交感神経の交付が可能になってくる。 で私がこの、んーって10秒間ぐらい言ってますんで、その間、えー、と声を出さずに鼻から息をスーッと出していってもらうと。そ、う、れ、ん、で、このお腹をへこませながら息を長く吐きましょうなんで、腹式深呼吸をしてくださいねと。で、お腹を膨らませながら息を吸い込みましょうと。お腹をへこませながら息を吐きましょうというんでですね。 この腹式深呼吸というのは意図的に行わないとできない呼吸なんですねだから自然にできるなるまで訓練をしようとかっていうようにするんじゃなくて意図的に腹式深呼吸をしましょうお腹を膨こませながらっていうのを声を聞いたらあお腹を膨こませようとお腹を膨らませながらってお腹を膨らませようというふうな感じですねこれによって腹式深呼吸を促すというふうなことをしてるんで自然に腹式深呼吸ができるようになってきますこれで今度は えーとこのお腹をくらませて、吸いとともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像し合わているんですけれども、この赤、第一チャクラに共鳴する色なわけなんですが、このです、ね、赤は赤いトマト、赤いリンゴ、赤いヒナオルとか、品物をイメージすると上手にイメージができます。漠然と赤を思い浮くよりも、品物をイメージした方がいいです。で第2チャクラがオレンジなんて、まさにオレンジを思い描いていただきまして、第3チャクラが黄色なんで、レモンを思い描いていただければ OK と。 それで、えー、とそれを、ね、吸い込むって書いてあるんですけども、これは色を吸い込むってわけじゃなくて、息を吸い込むわけなんですね。で、このところは、大クラの微低骨のあたりに、その色をですね、イメージすると、そこで共鳴が起こると。で、またこのところで、んーってやっていくと。で、チャクラというとかオーラというのはですね、その機能をイメージすると、しっかりと開くことができると。大クラの機能は、大地の意味としっかりとつながるというのは機能なわけで。 でこの大地の意味としっかりと繋がっているところを、繋がるということはグランディングと別の言い方で言うんですけども、だからそうやって大きな安定感をっている様子を意味すると、大地がしっかりと開いてくれると。で、ここでまた、うーん、とかってやります。なので、この、うんっていう音が聞こえたら、ここで息をちょっと吸って、ずーっと息を吐くと。で、他のところは、息を吸ったり吐いたりっていうのを、こういったですね、合図でもってやっていくと。で、この、この、うんっていうふうな、 ところとこの腹式深呼吸のところとですねタイミングは、えー、合わないように作ってあります。えー、タイミングが合ってそれで始めちゃうとですねえっ、ー、とこの意図的にやんなくなっちゃうんですね。自然にこのえっ、ー、と途中でですね腹式深呼吸をするのを忘れちゃうと。どっか途中で合わなくてなんかジレンマが発生するとどうにか腹、えー、式深呼吸をしっかりやろうというサッとですね思いになってくるんで。だから途中でずれても構わず。 えーえー、合わせよ合わせようという,う努力をしていくことによって脳トレが促されるというような感じになります。それから、えー、っとこの瞑想をしているとです、ね、雑念が浮かんでくると、で雑念をどうやってなあの処理するかというと、天の川をイメージしてです、ね、瞑想の誘導の中では目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れって言ってますけども、天の川をイメージして、ですねその天の川の中に投げ込むと、だから頭の中では展開させないと。 それから眠くなったらですね手と足の筋肉にぐっと力を入れるとそうすることによってその筋肉の中にある筋膀水っていう組織から様体脳の模様体というところに指紋、ね、がいてですね、眠気をです、ね、飛ばしてくれるとでもどうしても眠くなってから始めるとですね、手遅れになっちゃうんであちょっと眠いなと思ったら手足にぐっ、ね、と力を入れるっていうのをやってくださいこれで第2チャクラから第7チャクラまで行くのに大体12分間ぐらいです、ね、かかってじっくりと瞑想の状態にしていきます でそのワークなんですけれども、どんなふうにしてやるかというと、お母さんについてですね、えー、思い浮かんだことを紙に書くというふうなことがあります。通常の主状態でお母さんのことを思い描こう、それも小学校以下、幼稚園とかですね、えー、小学校の子のお母さんとの思い出を思い描くで。この時にはですね、通常の状態の時には、えー、これはです、ね、表面式で覚えている部分にアクセスすると。 表面式でアクセスできる記憶にです、ね、アクセスするというふうなことをします。で、えー、とこっちのこの瞑想の状態ですとですね潜在識でアクセスできる部分に、えー、からの情報を取り出してくるというふうなことで、その表面識からのデータと潜在識からのデータがどんなふうに違うかというのをこのところで体験することができます。でそれで、ですね脳の、えー、ワーキングメモリーというのがです、ね、非常に少ないので、 いろいろ頭の中で整理してから書こうと思うと、えー、通常の手動体ではこれまで訓練しているので出てくるんですけども瞑想の状態ですとこれまで,で訓練していない人だとなかなかうまくいかないんですねでそれなんで思い浮かべては頭の中で整理せずにどんどん書いていくというふうなことをするとですねうまくいきます頭の中で整理して書くんじゃなくて整理せずに思い浮かんだ順番にタタタタタタって書いていくというふうな感じですねやっていってくださいさらにこの潜在式の奥んのデータを取り出す のをですね、その次はですね、このえ瞑想の状態でですね、愛情をたっぷりと受け取った自分を想定して、その時何をしてもらったら色々楽しくなれたかを書き出すということをします。子供の時代にお母さんにいろいろなことをしてもらったんだけども、でも、えー、ともっとたくさん自分と遊んでほしかったなと、自分にこ声をかけてほしかったなと、スキンシップを抱っこしたりなんかしてスキンシップをたくさんしてもらったかったなとかっていうのをですね、えー、このところで。 思い描い描て子供の自分にもっとどういうふうにしてもらったら自分は幸せになれたかっていうのをです、ね、このところで思い描くんですよねで。そしてその次のところで、えー、もし自分がこういったことを両親に子供時代にしてもらったら、えー、現在の自分がより能力が高まってるわけなんですけどもどんなふうに楽しくてどんなふうにより、えー、うまく自分の実践がうまくいってるのかっていうのをここでイメージしてですねそして喜んで感謝してその様子を書き出すとこれも紙に書くわけなんですけども。 でこれも紙に書くわけなんですけどもですね、そうするとですね、潜在意識の良いイメージを入れることができるわけですね。だから、この、えー、このところで潜在意識の奥底のデータを取り出すっていうようなことをあ、このところで潜在意識の奥底のデータを取り出すっていうのにあって、このところでは潜在意識のデータを取り出すわけなんですけども、さらに良いイメージをですね、潜在意識の中に入れてしまうというようなことをやります。で、これは実際にこのソニックメディテーションの瞑想の中で行っているワークとはですね、えー 違いましてですね、えー、ソニックメディションの中ではです、ね、32種類の瞑想のワークがあります。で,、えー、ですからこの、この実際に行っているのとはちょっと違うんですけど、こっちこっちはどっちかというと、催眠の中で行っているワークをですね瞑想でやってみましょうというような感じになります。それでは、えー、とやり方はですね私がこの言ってきますのでですね、 簡単でですのでこの通常の意識状態では表面意識の記憶をでアクセスできる記憶にですねあのところからデータを取り出すとなんであれあいふう断片的になってくると瞑想の状態では潜在視からの情報なんでですねより鮮明で具体的になってくるとかですね、えー、それからその感情がこっちの方が感情が浮かんでくるんだけどこっちの方がです、ね、良い感情が浮かんでくるというふうなことを言う方もいらっしゃいます。こういういのはですね体験した後 今度はマインドフレス瞑想の体験もしていただくんですけども、とりあえずはソニックメディテーションでですね、えー、これをやってみましょうというような感じです。紙とペンをですね用意してください、えー。紙とペンの用意はできたでしょうか。はい、はい、それではですね、こちらの方で、えー、時間をですね、測っておりますので、よろしくお願いします。まず、通常の意識状態でお母さんについてですね、思い描いていただきまして、 それをですね、えー、紙に書くっていうのことを、はい、始めてください。2分間時間を計ってます。 はい、2分間が経ちました。今度はですね、えー、私の瞑想誘導で、瞑想の状態になってですね、紙に書いていただくっていうのを行います。えー、背筋をですねピッと伸ばしていただきまして、えー、頭をですねその背,背骨の上に乗せるというふうなことをしてで、両方の手のひらは上に向けて、えー、膝の上に乗せていただきましてですね、それで私が言うようにイメージをしていってください。それでは行きましょう。 意識を第一チャクラ、B 手骨あたりに向け何度も深呼吸をしてください。意識を B 手骨あたりに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。うーん そしてお腹を膨らませて吸う気とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともにビーテイコー骨のあたりが暖かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うーん。 大地を描くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて自分身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を寝ている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うーん 雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをいやきその中に投げ込んでしまいましょう眠気のおさそうになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてくださいさあ今度は意識を第二チャクラの下腹に向け何度も深呼吸をしていましょう 意識を下腹に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう,うそしてお腹をふらませて吸い気と,とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください吐く息とともに下腹が温かな オレンジ色に輝いているところを想像してください次の音を聞きながら、の中をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く描きましょう,うーん第二着を開くと、人生を情熱的に切ることができます 想像力を100万倍当たらせて自分鎮火。生きる希望に溢れている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うーん 今度は意識を第3チャクラの水落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を水落ちに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。おー そしてお腹を膨らませながら吸い気とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息と,ともに水落ちが綺麗な黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。おー 第想像力を100万倍働かせて呼吸ともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分です大きなが湧き上がってくる様子をイメージしてください さあ今度は意識を第4チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょうああ そしてお腹を膨らませながら吸う人とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに胸が綺麗な緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く書きましょう。あー 第4着から焼くと無条件の愛のエネルギーを感じます。想像力を100万倍与たらせて自分,か自分を愛し、他者を愛しているところをイメージしてください。そうしていると他者からも愛され、無条件の愛のエネルギーを感じることができ、とってもいい気分です。あー そこン意識を第5チャクラの喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら効果を上げて鼻から息を長く吐きましょう。えぇー。 そしてお腹かを噛ませながら吸う人と,ともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を何が書きましょう。えー 第5チャクラルを選ぶと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます想像力を100万倍当たらせて自分ちにか自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください人の心も心よく人の話も心よく聞けている様子をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分ですえー 雑念が浮かんできても、決して心の中で展開することなしに。目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い、き、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気の襲さそうになったら、手と足の筋肉にぐっと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さあ、今度は、意識を第六チャクラの女、頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてください。 意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう <noise> そしてお腹を膨らませながら吸い息とともに 藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、おなをへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く描きましょう。えー 第6チャクラやくと素晴らしい洞察力に溢れます想像力を100万倍働かせて自分自進化真実を見通している様子をイメージしてください直感力に溢れている様子をイメージしてくださいアイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分ですいい 今度は意識を第7チャクラの登頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。意識を登頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。うそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに 紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。白いもに頭頂が美しい、紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、おなをへこませながら、口角を上げて鼻から息をながかきましょう。うーん ダイナッチャが開くと、ワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍当たらせて、自分チンガー。工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そして、すべてを理解し、すべてを知る。すべては一つあるという、ワンネスの世界をイメージしてください。そう知ると、心が豊かになり、とってもいい気分です。うーん。 さあ、この高い状態において幼稚園小学校の頃のお母さんと一緒にいて楽しかったことつらかったことを思い描きそれを紙に書くということを行ってみましょう頭に浮かんできたことを整理してから書くのではなくどん,どん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 書き出してくださいこちらの方で2分間時間をかかっていますはい始めてください さあ2分間が経ちましたしま今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度は幼稚園や小学校の頃お母さんからもっともっとたくさん愛情を受け取ることができたら。 どんなことをしてもらったらより楽しくなれたか。抱っこしてもらったり、話を聞いてもらったり、スキンシップをたくさんしてもらったり。幼稚園とか小学校の時、お母さんから愛情をたっぷり受け取った自分自身を想定し、その時何をしてもらったらより楽しくなれたかを思い描き書き出してください。想像力を100万倍働かせて、幼稚園や小学校の頃、どんなことをしてもらいたかったか。 それを紙に書いてください。 細部書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ今度は子供時代にお母さんからたくさんの愛情をもらったとしたら 現在の自分自身の人生がより楽しく、よりうまくいっています。さあ、自分自身がより楽しく、よりうまくいっている自分の人生の様子をイメージして、喜んで感謝をして、その様子を紙に書いてください。今の自分自身の人生がより楽しく、よりうまくいっている様子をイメージして、そしてうまくいっているので、喜んで感謝して、 その様子を紙に書いてくださいそうすると潜在意識の中にイメージを入れることができますさあ、はい、始めてください 今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください深呼吸が3回終わったら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します 激しい運動をした後に呼吸を整えていくようにそれぞれのチャクラのエネルギーを沈めていきましょう一つ一つのチャクラをゆっくりと観察をしながら戻っていきます第7チャクラ頭頂のエネルギーが沈まりますうーん第6チャクラ頭の中心のエネルギーが沈まります 第五チャクラ喉のエネルギーが静まります。ええー、第四チャクラ胸のエネルギーが静まります。ああ、第三チャクラム、みちのエネルギーが静まります。おお、第二チャクラ、下半のエネルギーが静まります。うー。 1> 第というのトレーニングが静まりまりすうーん。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識戻したら手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻したら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。 さあ、どんな感じだったでしょうか、感想を教えてください。これで、通常の種状態と、えー、大きくガ,バガラッと違うというわけではなくて、その通常の種状態で表面式からデータを出すとです、ね、先ほどの最初にですね、こういうふうな。 あまりこのはっきりとしたデータがやってこないと。これで、えー、とこっちらの,の潜在意識の話を出すとです、ね、こちらの方がイメージ的により鮮明になデータがやってくるとかっていうような感じなんですけども、そこら辺はどうでしょうかねうあ。大きくは変わらないですよね。ちょっとだけ変わってくるというような感じですね。でえー、とあとは、こういうふうなことをやってみて、どうでした あだから劇的な変化とかっていうのは出てこないんですよね。この、えー、と瞑想とかっていうのはあの催眠とかっていうのはですね楽器とか,のとかスポーツとかと同じようにですね最初は一番下手なんですよね。なのでその最初から劇的な変化っていうのは出てこないです。なんかその微妙な感じ方の変化っていうのは出てきましてそれがだんだん積み重なっていくことによって大きな 成果につながっていいくというのなんてですねすごいことが思い込んでこないといけないというわけじゃなくてですね自分の中でできたことを喜んでみるというようなことをするとですねああなるほどえなんかいろいろ出てきたなという感じで,ですね0 1でですねすごいことが起きちゃうとか全然起きないとかっていうような感じで,ですね見ていくと何も起きないになってくるんですよね。それがあのこういった分野のですね上手に活用するコツなわけなんですけどもですね。 えとそれで,です、ねまあ、こんな感じで,です、ねえー、やってもらったと。で今度は、えーこ,のですね、このマインドフルネス瞑想というのを体験していただくわけなんですけども、えー、マインドフルネス瞑想というの,のです、ね、やり方というのはどうやっているかというと、えー、この座ってです、ね、背筋を伸ばすと。でこれは非常に簡略化してです、ねえー、ありまして誰にでもできるような そういうようなことにですね、マンデフルーツ瞑想っていうのはですね、簡易化してあると。それなんで、誰でもできるんですけども、えっ、ー、と、この、なかなかですね、成果というふうなものがですね、えー、出すのが難しいというふうなことになります。それで、座って背筋を伸ばして姿勢を整えると。で、深呼吸を一度行ってみると。えっ、ー、と、それで、この目を閉じて、普通の鼻呼吸を始めてみましょうと。 普通、面っていうのは複式深呼吸で行うんですけども、誰にでもできるように鼻呼吸を行ってみましょうと。で、ありもの,ままの呼吸に意識を向け、鼻やお腹に意識を向け、気づきをただ感じますと。でも、マインドフルネス瞑想の特徴は、この気づきを感じると。今、ここにいる自分自身を感じると。えっ、ー、と、過去のことをですね、いろいろ思い描いたりとか、未来のことを思い描いたりなんかするんじゃなくて、今、自分が何を感じているかというのをですね、感じると。でそれで えとで、この鼻呼吸をしているのでですね、鼻から息が入ったり出たりなんかしているその様子をですね、えー、感じ取ってもらったときにどんな気づきを感じるかと。それからお腹に意識を向けてですね、かんだりへこんだりしているときにどんな、えー、と気づきを感じるかというふうなことをですね、えー、感じてもらうとこれで慣れてきたら周囲の様子とか自分の内面にも意識を向け気づきをただ感じるとで雑念が浮かんだら浮かんだことを認識し雑念を手放し呼吸認識を向けると。 雑念が浮かぶっていうのは大体ですねこの鼻呼吸が認識を向いてないときにそれが発生するんですねでそれでえっ、ー、とその呼吸認識を戻すとまたですね、えー、この気づきをまた感じられるような状態になってくるとでこのようにこのマインドフルニス瞑想っていうのは今ここを感じるというふうなことをする、まあ、さっきのソニックメディーションをいろいろやりましたけれどもですねそういうふうにいろいろやるんじゃなくてですねただ 今を感じるといでこのその他のバリエーションなんですけれども口の中にですね、えー、干しぶどうを入れましてでそれをゆっくりと味わうというこれ,これもまた瞑想なわけなんですけれどもそれから別の、えー、ワークではですね、えー、ご飯を食べる時にですねこのご飯を食べることのみに意識を向けてゆっくりと味わいながら食べるとかそれから歩く時にはですね 足の裏に意識を集中してですねゆっくりと歩いてみるとかですねそういうふうなこ,のことをすることによって、えーえー、と現代人がいろんなことに意識を向けてしまってですね、えー、自分の内面と向き合うというようなことができなくなっているのをですねしっかりと自分自身に意識を向けおれで内面と対話するというふうなことをしていくことによってですね、えー、このここの状態を落ち着けるリラクゼーションをするというふうな ことをしますだからリラクセーションが目的な場合っていうのはあのどの瞑想でもいいわけなんですけれどもですね能力開発とかっていうとソニックメンテーションが優れているとで今回のこの体験ではですね、えー、こういうようにです、ね、気づきを感じたいんだけども気づきというふうなものがなかなか出てこずにですね雑念が浮かんできて終わりになってしまったっていうふうなことで、えー、やること内容は単純なんだけども上手に行うのは大変だなと。 いうふうなことにですね気づいてもらうのはこのソニックマインドフルネス瞑想の体験です。で、8分間続けるんですけども、えー、このゆっくりと呼吸をしながらですね瞑想をしていくと、だいたい4、5分で瞑想の意識状態に到達するんですよね。で、それなんで、それを8分やってみると、しっかりと瞑想の意識状態は確認できていただけるというふうなことになります。で、この瞑想の開始をですね、この このですね、音で開始しまして8分間経ちますとまたこうやってやるというのでですねで、それでこれをですね、えー、時間を計りますのでこれからですね、この、えー、マインドフルネス瞑想の体験をしていただきます、えー、それでは座ってですね、背筋を伸ばしてですね、姿勢を整えてくださいで深呼吸を12度行いましょう そしたら目を閉じて普通の鼻呼吸にしてください。ありままの呼吸認識を向け鼻の中認識を向け気づきをただ感じましょう。雑念が浮かんだら浮かんだことを認識し雑念を手放し呼吸認識を戻します。 瞬間が経ちました手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください手首足首を曲げたり伸ばしたりしてください体全体の筋肉にグッと力入れて意識をしっかりと戻しましょう意識が落ちたら軽く伸びをしてゆっくりと目を上げてくださいさあどうだったでしょうか感想を教えてください そうなんですね、うん、だから先ほどのソニックメーテーションですと、雑念少なく、えー、というか、あのまずやってくださいということしか頭に浮かんでこなかったと思ったんですけど、こっちの方はもうは頭の中で雑念であるようになって、それで、あのー、瞑想っていうのは、何、えー、か多くの人が、先ほども最初に無になるとか、ですねいろんなことを期待してるんで、ですねそうすると自分の期待と現実と違うというので,で、すね途中で中断されちゃう人が結構たくさんみたいなのかするわけなんですけど。 こんな感じで,です、ねえー、比較してみるとそこら辺がよく分かってくるという感じになるわけ,なるわけですけれども次はこの催眠なわけなんですけども、えー、っと催眠というふうなものに対する認識というのは NLP を学んでらっしゃるので結構、えー、いろんな方面に知識があるんじゃないかと思うんですけどどうですかね。 ほですかじゃあ、えーっとですね、これから催眠の方の、えー、説明をしていきます。で催眠療法はです、ね、このような形で、えー、行うわけなんですけれども、でこれは写真を撮るので、えー、この催眠のセラピストと催眠を受ける人の間がです、ね、詰めてありますけれども、実は2メートルぐらい空いていて、で1時間半ごとに換気、ね、をするというようなことをしていますので。 1>, 1セッションが1時間半なんでですねでそうすると密にならずに済むんですがえそれでも気になるというような方はですねこのえオンラインでですね催眠療法というのをですね受けることができるとでこの催眠なんですけどもですね多くの人があの催眠についていろんな誤解をしているんですがそれをですねしっかりと解いてくれた人がいるとでそれがあのここに写真に写っているですね九州大学の名誉教授で日本催眠 医学心理学会の理事長を,、えー、をやっていた人でですね、医学博士のですね、成瀬古作というふうな方のこう論文の中の一節なんですけれどもですね、この人がですね、一生かけて催眠の研究をしてきてくれたので現在のですね、催眠療法がうまくいっているという,ふうなことなんですけれどもで従来、催眠中のクライアントは自分の意思を失い暗示に機械的に従うと考えられているのはそれは誤りでと。 実際には暗示課題を達成しようとする過自心の主体的な努力の結果だというふうに言ってるわけなんですけれども催眠にかかると意識がどこかに飛んでいってしまってまるでロボットになったかのように催眠術の言いなりになるというふうに多くの人は思ってるんですけれども違いますよと催眠を受ける人が催眠の状態になろうと一生懸命努力をしたりとか催眠の暗示課題を達成しようと一生懸命努力したその結果催眠が成り立つんですよ というようなことをです、ね、言ってまして、で実際にあの私も長年こういうのをやっていますとです、ねあ、その通りというのを持思っているわけなんですけどでどのだけども多くの人はです、ねえー、嫌がる相手を無理やりに催眠の状態にしてです、ねで、それで、えー、こちらの言う通りにしてしまおうというふうな下心を持っていたりするわけなんですが、えー、嫌がる相手というのは、そもそもこの主体的な努力をしてくれないので,です、ね、催眠の状態にもならないし、催眠暗示にもです、ね、反応してくれない。 わけなんですねですから、催眠の状態になろうと、一生懸命思ってくれて、そして催眠暗示も一生懸命やろうというのを、ね、努力してもらうとです、ね、催眠がうまくいくわけなんですね。でそれで、えー、とこの今回です、ね、あとでメールで特典というのをお,お,お渡しいたしますけれども、この実際の実習はこれをです、ね、やっていただきますと、えー、うまくいきます。 この本を読んで、ですね催眠というふうなものを、催眠の状態になって、こ,れはこの中にまたワークが入っているんですけども、それを催眠の誘導音声というのもダウンロードできますので、ですねそれの体験していただくと分かります。それから、RADEAN のホームページでもです、ね、いろんな体験ができるようにしてあります。でこれで、えー、と実際のですね、えー、この潜在式コントロール法の中でですね使う催眠療法は、ですね2日間標準コースというのをやります。 まず一番最初は催眠の説明、詳細説明で催眠についての誤解を解いて、上手に催眠に入る方法をお伝えすると。で、ででこのところで,ですね、年齢対抗、この意識を幼児に戻すと、先ほど、えー、体験していただいたような感じでですね、えー、でそれをもっとあの、えー、1時間半ぐらいやりますので、もっと深いところの。 入っていきますでそれで、えー、とお母さんについてや、調査し終わってお父さんについてやって、えー、3歳以下に意識を戻してどうなるかと。で今度は、えー、過去性というのはです、ね、前世のことなんですけども、そして人生の目的というふうなものをです、ね、しっかりと見ていくと。そうすると、自分の自己を癒してです、ね、能力開発ができて、性格改善ができて、なりたい自分になり、幸せな人生を送ることができると。れでここ、えー、ででのえとすね 先ほども、えー、子どもの頃のことをですね思い描いてだくと頭の中が全て子どもになるんじゃなくて、えー、潜在意識の中の子どもの部分を、えー、表面意識の大人の意識で感じ取ったっていうようなことをしたわけなんですけれども、えー、でその潜在意識の中からやってくるデータっていうのをですね、えー、その表面意識の自分がですね 解釈ををすするるというようよななことをしてるわけなんですねそれなんでその普段からこのこのところで思っていることと同じようなことが浮かんでくるんで大きな変化っていうのはないわけなんですけども、えー、先ほどはそれほど感じられなかったわけなんですけどもしっかりと時間をかけてです、ね、やってみると子供時代のことがです、ね、非常に鮮明にです、ね、出てくるんですよね。でそしてだけども子供時代というふうなものはです、ね、この知識経験が少なかったとそうすると多くの誤解をしてるっていうふうなことがですね 知識、経験の豊かな大人の意識で正しく感じることができるわけですね。だから子ども時代の誤解とか、子ども時代に、えー、と自分は小さかったからいろんなことができなかったっていうのを自分のせいに子どもの場合はしちゃったんですね。自分が悪いんで、えー、自分のこう、えー、世の中がうまくいってないというふうに。大人になると何か悪いことが起こると人のせいにしがちですけども、子どもの頃っていうのはですね、いろんなことを自分が中心に動いてる、世界は自分が中心に動いてるっていうのでですね、 えー、いろんんななことを誤解しちゃっているわけなんですねでそういうふうに、えー、とこういうふうなことをすることによってさまざまな悩みの原因が分かり解決できるとだから通常の意識状態で思い出される子供時代のことっていうのは子供時代に誤解していったことが浮かんでくるわけなんですねでだから誤解のまま浮かんでくるんで、えー、となんだか分かんないんですけども、えー、こういった、えー、ふうに催眠の状態になりますとですねその浮かんできたことをですねあの大人 意識で正しく感じ取り直してさらにその感じ取り直した内容を潜在識の中に入れることができるのでうまくいくとそれからまた催眠、えーえー、の状態ですといろんな、えー、イメージがです、ね、豊かになっていまして想像力が豊かになっているので,です、ね、自分の小さい自分のお父さんを小さい子供に見立てて自分がそのお父さんにもちょっとだけ年をなって一緒に遊んであげると自分のお母さんを小さい子供に見立てて自分がちょっとだけ年をなって一緒に遊んであげるとこんなことも でできてしまうんですねでそうするとですね、えー、子どもの頃のです、ね、両親を感じることができるんですけどもおこの子どもの頃の両親小さい両親に接するとなんか子供の両親,両親も子ども時代にですねとっても辛い出来事があったと、えー、それなんでその辛い出来事を克服して大人になったんですけどまだ心の中にいろんな傷があってですねその辛いながらもあ自分もで、ね、をですね私たちをとってもても 一生懸命育ててくれたんだというふうなことにです、ね、感謝ができるというような感じになるんですけれどもそしてそれがさらに潜在意識の中に入っていくとあなたがちょっとだけ年寄りになって一緒に遊んであげたり話を聞いてあげたりすることによって子どもの頃の両親を感じることができてしまうと、えー、自分では体験したこともないようなことなんですけれどもそういったことができるわけなんですねでそうすると理論的にはなく心の底から両親も辛いおうちがあったんだなとミスをする自分と同じ人間だってなっということが分かるだけでなく腑に落ちると それで両親ととの心から若いと、えー、両親に優しくしてもらってるんですけども子供はですねもっともっとしてもらいたかったわけなんですねでそれなんで何かしてくれないことに対して、えー、わだかまりを感じていたのがすっと取れてくるとでそれから世の中にはですね両親がとてもひどい両親っていうのがいてですねえっ、ー、と切感をしたりとかですね理不尽なことをしたりとかですねそれからあと えー、50人の1人の割合なんですけども、境界性パーソナリティ障害っていう障害を持ってる人の場合には、子どものことをです、ね、思いっきり虐待してないかするわけなんですね、そういった親でも、ですね親の場合でも、これをすることによってですねこの和解ができるという非常にパワフルな催眠なわけなんですけども、それから今度は、自分のですね小さい自分自身を目の前にイメージして、で、元の自分として、子どもの頃のつらかった思いを聞いて慰めてあげるとか。 欲しいものをあげるという,ふうなことをするわけなんですけれども、このインナーチャイルドというのは、子供時代の未分化な記憶を擬人化したもの、子供時代のだから子供時代の自分がいろいろ思っているという,ふうなものをこうやって目の前にこうやってイメージしたもの、これがインナーチャイルドなんですけれども、えー、そういうふうにしてあげると、だから欲しいものをあげるということは、例えばお父さんが、もっと遊んでくれるお父さんがよかったのにとしたら、それを、えー、受け取ることができるんですね、イメージの中で。それから、もっと優しくしいお母さんがいてほしかった。それを イメージすることもできますし、それから長男、長女の場合には、もしかしたらお兄ちゃん、お姉ちゃんがいてくれたらよかったのにとかって思ったりとか、一番下だったら、弟や妹が自分の下にいたらいいのにとかって思ったりなんかしても、そういうものもあげることができると、それからごく普通にお菓子がたくさん欲しいとか、おもちゃがたくさん欲しいっていうのもですね実現することができるわけなんですけども、もイメージの中で,で、そういうふうに子どもの頃の抑圧された思いをです、ね、解放してあげることによって、子供の中の心の中のヤモヤが出ると。 でそうすると過去に引きずり回せなくなってですね、自己肯定感が飛躍的に上がってしまうとでそうすると自分は、えー、結婚やビジネスで成功して幸せな人生を送ってもいいんだというような感じで自信がついてくるというふうなことが起きるわけなんですねでそれから今度は前世というふうなやつなんですけども、えー、前世というふうに聞くとですね、本当にそれってあるんだろうかというのでそこでもうあの引いてしまう人がいるんですけどもこのカエハヨというですね、京都大学の名誉教授 日本に有無心理学を伝えた第一人者なんですけれどもとても優秀だったんで文部科学省の文化庁の長官とかっていうのを務めた人なわけなんですがその人がですね、えー、前世っていうのはこういうものなんですよっていうようなことを言ってるんですが表面識っていうのと潜在識っていうのがあってその潜在識の中にさまざまな人格というのが入ってるんですよとで存在理由とかっていうのは現代科学では未解明なんですけれどもこうやってあるというふうなことが今確認されていると。 でこの人格のですねデータ、の一番上のデータを先ほどやったわけなんですけども、も一番上のデータを取り出してみると、自分の子供の頃のことがよくわかると。それからその下にある人格のデータを取り出してみると、自分の子供の頃のことが出てくるんじゃないかと思っていたら、実はですね時代も国も人も性別も違った、えー、記憶が出てきまして、それなんでこれを前世というふうに呼んだと。それはまたしても同じように、ですね時代も国も人も性別も違ったものが出てくると。でこの 子どもの頃にですね赤ちゃんの頃によく生まれ変わりとかって言って、僕はお父さんとお母さんのところに来る前は、こんなことをしていたんだよっていうようなことを言う赤ちゃんが、赤ちゃんっていいますかられる、ちょうど喋れるようになって、ちっちゃい子がもが言うわけなんですけども、でそれはなぜかっていうと、この潜在識の扉がですね子どもの頃はまだ未完成なので、普段だったらばしっかりと抑圧しているですねこの潜在識の中のデータがです、ね、上に上がってきちゃうと。 でそれなんで、えー、お父さんお母さんのもとに来る前はね、みたいな話ができてしまうんですけど、だんだん成長するに従って、そういった話をしなくなってくるっていうのは、この、えー、潜在意識の扉がしっかりと機能しているからなわけなんですけども、で私たちの性格とか運命とかっていうのは、この部分だけでできてるんじゃなくて、これ全体でできてると、でこれ全体でできてるので、前世療法をして、ですねしっかりとこっちの方にも、年齢対抗療法ですと、ここにプラスを入れることができるんですけども、こっちにも入れていくっていうふうなことが重要になってくる。 それで、えー、とこのソウルメイトというのとソネのの倫っというのがありまして、ね、ソウルメイトというのは何かというと魂というのがあるとすると魂はグループで転生をしているというふうに言われているわけですよね。これなので、えー、とある人生ではお父さんだった人が上司になってお妻だった人が恋人になってとかっていう感じで自分の周りにいるその関係性の深い人というのは別の人生においてもです、ね、深い関係性を持っていると。 このような魂が入っている人同士のことをソウルメイトというふうに呼ぶわけなんですけれどもですからソウルメイトっていうと恋人同士とかっていうような感じでですねえ思っている人がいるんですけれども実は自分のお父さんもソウルメイトともしかしたら自分のお父さんも別の人生では自分の恋人だったかもしれないとかっていうような感じがですねあったりなするわけなんですけれどもそれでですねこの前世療法をやってみるとどんないいことがわかるのかっていうと でこの前世療法とか、それから年齢対抗療法とかっていうのは、NLP とかだとあまり得意じゃないんですけども、この古典催眠だとこういうのが大得意なわけなんですけでどもです、ね、例えば、自分のお父さんが、えーと、今世ですね、非常に自分にひどく当たると、どうしてこんなひどいお父さんなんだろうって言ってです、ね、前世療法をしてみるとです、ね、前世では敵だったというのがわかると。 でそうすると、この部分にプラスの意リンを入れてあげると、想念の意リの解放と言って、ですねプラスの意リンを入れることを想念の意リの解放と言うんですけれども、そうすると、長のよい親子関係が本当で実現できると、それから、あのこのある異性に出会ったと、なんか昔から恋人ような気がする、その人に、えー、と懐かしい気持ちがしたと、そしてそ,のそれなんでお付き合いをすることになったんですけど、お付き合いをしてみると、とってもひどい人だったとっいうんで、でですねでなぜなんだろうと前全世代をしてみると、あ全世代は悪妻だったのかと。 それなんで、このところにプラスのエリンギを入れてあげると、仲の良い恋人同士になれると。それから、この上司、ガミガミガミがうるさいと。どうしてこんなにガミガミうるさいんだろう、この上司は。つって思ってです、ね、前世両をしてみたら、前世両はガミガミが多いちゃったのかと。で、このところにプラスのエリンギを入れてあげると、仲の良い上司部下になれると。それから、自分もなんか癖があると。この癖、どうしてこんなひどい癖ができてしまったんだろう。自分の子供の頃から振り返ってみても、心当たりがないと。 で前世療法してみたら、あ前世でこの癖ができたのかっていうんで、ここにプラスのエリアを入れてあげると、この癖がだんだん、えー、少なくなってくるというふうなことで、結構すごいことができてしまうのが、この、えー、と前世療法というふうな形になります。それからまた、人生の目的を探るっていうふうなこともですね、えー、潜在意識の扉を開けて運命のデータを見ていくと、これができるんですけれども、魂の傾向の段階に戻りです、ね、今世の目的とその実行方法を知ると。 今世自分の魂っていうのはどんな目的を持って自分の中に入ってどんなことをしようとしてるんだろうかというふうなことがですね分かったりとかその魂の,その目的というふうなものをしっかりと,、えー、と自分の中で,です、ね、実行していくにはどんなことをしていけばいいんだろうかというのが分かってくるとほで魂は肉体を持つ前にその肉体でどんなことをするかあらかじめ決めてきているとこれが運命なわけなんですけども運命っていうのは多くの人はこの一本道 限定されたもの一般道のように限定されたもののように思うんですけれども、催眠で持って探っていくと、ですねこのたくさんの選択肢があるというのが分かるわけんですね。で、それでいくと、魂同士の約束、自分とお父さんの魂がどんな約束をしているんだろう、自分のお母さんの魂、自分と、えー、社員との魂とかですね、えー、顧客の魂と自分とか、そういったものがですねどんな魂同士の約束をして、今世、いろんな出来事を起こしているんだろうかというのはこのところで分かると。 でそしてなおかつ自分が望む選択肢というのはこの中でどれなんだろうとその選択肢の方に行くにはどうしたらいいんだろうかというのがです、ね、分かるというふうなことができたと。で、そのなんか催眠療法をすると催眠を受けたら一瞬にして自分の人生が変わるんじゃないかというふうに多くの人は勘違いしてるんですけども、まあ、そうなったらいいなと私も思うわけなんですけどもですね受けただけでは思い出にしかならないというのが、えー、まあ瞑想もそうですけども一回やっただけでは思い出にしかならないと。 いうななわけなんですがこれはなぜかというとえその潜在意識の扉を開けて潜在意識の中のデータを書き換えるとか潜在意識の中に新たなデータを入れるとかっていうふうなことをして初めてですねえ人生は変わってくるわけなんですがでこの脳の中にですねデータを入れると記憶をさせるというのは学生時代に何度も何度も繰り返してですね覚えたのと同じような感じで潜在意識にも繰り返し繰り返しデータを入れていかないとですね覚えてくれないんですよ潜在意識が。それなんで この毎日毎日瞑想をし続けるとか自己催眠をし続けるとかというふうなことをして潜在資格のデータを書き換えて定着させるこれによってですね変化していくわけなんですよねで,でこういうふうなことに気づいているえ催眠療法をする人っていうのは圧倒的に少なくてですね多くの催眠療法をやっているところは1回受けたら変化するんですよとかしてですねえで変化しなかったら何でも来てくださいねとかって言って終わりなんですけど でだから自宅で何かをするといじゃなくて何でも来てもらうことによって長、えー、い時間をかけてです、ね、変化させていくというわけなんですがで、えー、とこっちらの選択肢活用法ではです、ね、そういうんじゃなくて自己催眠誘導ファイルを、えー、ネットからダウンロードしてもらうとこれを聞くと自己催眠状態になりますよというやつな,わけなんですけどもそれから日々の自己催眠101日間というワークブックをダウンロードしてもらうと。 でそれをですね、えー、この自己催眠状態になって、これを聞いて自己催眠状態になって、これでもってワークを行うと。えー、さっきやったようなワークがたくさん、この中に101日間分入っているわけなんですけれども、ですね。えー、それで、ですねで、そうすると、えー、これだけだと、ですね、えー、たまにですね、途中でやめたくなっちゃう人がいるんで、ですね、メールサポートというのがです、ねえー、ついているわけですねで。上手にできるように、えー、6年間も終わったらメールサポート。 問答形式でですね、えー、やっているのでこの、この中にある問いをですね、えー、に回答してですね返信すると、また私どもの方でまた、えー、それに返信をするというようなことをやるんで、ですねもう本当にあのいろんな意思疎通ができているわけなんですけども、それも短期間じゃなくて、6年もの何期でもメインサポートがついてますよというふうなことで、どん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 変化をしていくことができると。それから催眠の記録のの記いうのをやってるんですけども ここには催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座ってですね、で催眠中の意識状態というのは、先ほどもお伝えしたように、ですね、普通の意識状態の時に、何かふとした瞬間に、良いアイデアが浮かんできたという,ふうなことが、ずっと連続している状態が催眠の状態なわけなんですけれども、良いアイデアが浮かんできた時に、メモが、メモ帳があると、そのメモ帳ですっとメモをしておくと、後でそのメモを見ると、ああ、あの時にこんなことが浮かんできたんだというのを、 もう一回思い出すことができるわけなんですがところがメモ帳がないと良いよ間が浮かんできたこと自体忘れてしまうとで忘れても大丈夫なようにこのところで、えー、パソコンで,です、ね、タイプをしておりましてそれで後でこれをですね催眠の記録というのでお渡しというわけなんですけどもでも他の催眠療法やるところだとここに催眠を受ける人が座って催眠をかける人がここに座ってですねこういったものが間にないとなので、えー、しゃべりっぱなしで終わってしまうので,で多くの人は催眠の効果ってどのくらい続くんですかとかっていうふうに、あのー 問いをでですすねしてくるんですけどもよそのところでやると大体あの1週間ぐらいなんかいい気持ちは続くんだけどもまた元に戻るというのがです、ね、普通の催眠なわけなんですけどもで、えー、とそれがないようにですね催眠の記録っていうのをお渡ししましてでそれで、えー、催眠療法を受けてまず一番最初は催眠療法を受けてもらうとで催眠の記録をお渡しするとそれで日々の自己催眠をやってもらうんですけども最初のうちはですねあまり本当にこれやっててうまくいくのかなという感じでですね、えー えー、そんな感じで続けているわけなんですがもう一回ですねミー量を受けましてミー量の記録を受け取ってこれとこれを比べてみるとあこんなにも変化するんだっていうのは分かるわけですね徐々に変化していくので、えー、徐々な変化っていうのはなかなか人間は気づけないんですねところが、えー、とこ,れをこうやってこの変化の様子が見れるようなものがあるとあ変化してるっていうのは分かるわけですねでそれなんであ日々の自己催眠をやってると自分の状態が良くなるんだっていうのに気がつきまして とそうするとやる気満々になってですね日々の自己催眠を続けているわけなんですけどもこのぐらいになってくるとあ日々の自己催眠をやるとこれが変わったあれが変わったさすがすごいじゃないのというのがですねここら辺では分かる,分かるわけですねそしてまた催眠量を受けまして催眠の記録を受け取ってこれらを読み比べてみるとこんなにも変化したのかというのが分かるのでもっと一生懸命やろうということになってですね自己催眠を続けるやる気満々がずっと続くのでうまくいってしまうというふうなことになったわけなんですねというわけで この潜在意識のコントロール法ということでですね潜在意識の扉を開けて潜在意識の中のデータを探って望むデータを書き込むとで潜在意識を通じて我々はつながっているのでですねいろんなことがですねうまく人間関係が良くなったりとか卑怯性がうまくいったりとかしてくるという,ふうなことなんですけどもここまで聞いていただいてどうだったでしょうか。 あなじむなじむじゃないじゃなくてそういうふうなデータが実際に潜在意識の中に入っているわけなんですねだから前世あんまりその好きじゃない人はその前世っていうふうな言葉は使わずに別の人格のデータを探ってるんだというふうなでそういったデータっていうのは潜在意識の中に入っているんだっていうので、えー、思っていただいてでそ,のその自分自身のこの,この部分だけでどうにかしようと思っても こっちの方が、えー、容量が大きいので,です、ね、なかなか変,、えー、変化が、うん、のスピードが上がらないんですね。ところが、こっちの方も、えー、と変化させてあげることによってです、ね、どんどん人生が、こういったの全体で性格形成をしているので、全体を癒すことによって、どんどん自分の身が変わっていくという,ふうなことがです、ねえー、なっていくという,うなことで。で前とという,ふうに呼んでると いう,ふうなことでその前世があんまりあの気にならない場合にはですねそうやって呼んでいるというふうにです、ね、思っていただくといいんじゃないかと思うんですけどもその他に何かかありますかじゃあその実際にこのこれからですね潜在意識活用法という内容というのはあのどんな構成になったのかというのをお伝えしようと思うんですけども大丈夫ですかね。うん じゃあそのですね、えー、情報をこれからお伝えします。これ潜在意識コントロール法というのはビジネスとプライベートで成功してですね理想の人生を手に入れるというそういったプログラムになっております。それで、えー、と潜在意識コントロール法とは潜在意識をコントロールする方法をマスターするための講座ですと。 そうすると、先ほども最初にビジネスとプライベートの両方で成功し、理不尽なライフスタイルを手に入れることができると。で、この、えー、とビジョンはですね、このソニーのソルシャーのイブカマソルシュの意思を引き継ぎ、子供の未来を明るいものにすると。この,、えー、とこのイブカマソルシュのビジョンというのは、ね、の子供の未来を明るいものにしたいというふうなのをです、ね、常々語っておりまして。おいで、えー、とその子供いらないということはですね、大人の現在の中なんですけども、 大人の現在を明るいものにするこの潜在意識コントロール法によってですね大人の人が、えー、プライベートビジネスで成功するとそうするとその幸せな家庭を作ることができるとそれからまたビジネス成功しているので豊かなの家庭を作ることができるとでその下で育った子どもがすくすくだっていくとですね、えー、幸せになるとさらにその子が大人になった時にまたこの潜在意識コントロール法を 使ってですね心の状態を良くすることによってまた素晴らしい、えー、あの家庭を作ったりとかビジネスで成功したりないかすることができるとでそしてまたその子がっていう感じでやっていきますと、えー、子供未来がどんどん明るいものになっていくというふうなことになってきますそれなんでですね、えー、ラリアニアのミッションが楽しみながら成功できる経営者を増やすというふうな、えー、ことをですねミッションとして行ってまして でそういうふうなことをやっていきますと、催眠と瞑想でですね、地球までも癒すことができるんだというふうなことなわけですね。そして、この潜在式コントロール方法をやっていくと、ですね、この7つの技能が身につくと。ほんで、この一般的なこういうプログラムとかっていうのはですね、いろんな知識を詰め込む、知識の詰め込みで、えー、とそ,のその部分を学習しているときには、 その知識が身についたかのような感じなんですけども、実際にの振り返ってみると、何やってきたのかなっていうのを忘れてしまっていると。これまでの学校での勉強もそうですね、たくさんのことを勉強したんだけども、いざ振り返ってみると、何を勉強したんだっけというような感じになってきちゃうと。だから今年生よりも、小学5年生よりも大人は賢いのとかという番組がですね、流行っているわけなんですけども。だから一生懸命勉強してきても、えー、と知識の積み込みとかだと、 結局、えー、ほとんど音になってくると忘れてしまうということで、なので、この潜在式コントロール法は、ですね覚えるもんじゃないと、でプログラムに参加して、1日30分、参加した後に、1日30分のワークを続けていくことによって、ですね日々の瞑想とか、日々の自己催眠とかっていうようなワークを続けていくことによって、一生使える技能、この7つの技能が自然に身についていってですね、でこの えー、技能がです、ね、習慣化してくるとで、そうすると、次第に潜在意識の内容がですねどんどん健全な内容になっていくと、やることなすことが自然にうまくいくようになって、ですねそれで、えー、とビジネス、プライベートがうまくいって成功、人生の成功者になるというようなわけなんですが、で具体的なナつの技能というのが、潜在意識の中のデータを探り、改善する技能と、えー、これまで見ていただいたようにですね潜在意識の中のデータを探り、改善する技能と。 通常の意識状態では絶対にできないです、ね、ことがこれでできるようになってしまうと、それから目標達成の達人になる技能と、えー、とこ,のこういったです、ね、プログラムというふうなものをです、ねえー、やって、それで実際に自分自身がこういったことをやったら、こんな素晴らしい人生がやってくるというのを潜在意識の中にです、ね、入れることによって、その目標をです、ね、しっかりと達成しようという気持ちがです、ね、ものすごくモチベーションが高まるわけなんですね。 ですからこの何かのプログラムを始めるとできなかったらどうしようとかと思ったりするとかあるいは自分はミックモーツなので続かないとかと思ったりするんですけどもこれをですねすること身につけることができるんでですねどん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 目標が達成してこの技能がどんどん身についてくるという,ような感じになりますそれから扁桃体とかっていうのは体積を小さくするので自分の感情をですね上手にコントロールするとかっていうようなことができるようになってくる。 それからチャクラとかオーラとかっていうのをしっかりと開くことによって人間の持つ体の初機能を強化する機能というのがついてくると。それから、えー、潜在意識の扉を開けてですね、えー、知恵の蔵につながるっていうのがですね、できるようになってくるんでですね、宇宙の位置からの良いアイデアを引き出す機能が身につくと。それから潜在意識の扉を開けて他の人の潜在意識とつながってその人にですね、 その人を応援するような意識のエネルギーを送ってあげることによって、相手の心、顧客の心をつかんだりとか、それから部下の心とかっていうのをですつ、ね、かんで、しっかりと、えー、サポートしてあげるということができるようになってくると、それから、えー、と自分が願望実現した暁を潜在意識の中に入れてあげることによって、それから人と人とのつながりというふうなものをですねしっかりと使えるようになることによって、願望実現の達人になるというようなことがで,す、ね、できてしまうわけなんですよね。 えーとこの中で何か気になる機能とかっていうのはありますかそうですよね、はい。で、それでそのどんなことをですね、提供するか、提供する内容なんですけれども、この潜在式の扉を開けるというふうな。 この技能とかですね、潜在式の中のデータを探りに書き込むという技能とかこの潜在式を通じてつながるとかっていう風うな感じなわけで先ほどのおさらいなわけなんですけれどもその成功するためには潜在式の,あの活用法でですね、えー、この潜在式の扉を開けてですね、えー、やるわけなんですけれども。でこの 普通の意識状態では潜在意識の扉が固く閉まっているんですけれども、催眠や瞑想の意識状態になると潜在意識の扉を開けることができると。そして潜在意識の中のデータを探っていくと、プラスのデータとかニュートラルのデータとかマイナスのデータとかさまざまなデータが入っているんですけれども、このマイナスのデータ、これがあるんで,です、ね、人生の中にいろんな問題が起こるんで、これを打ち消すような大きなプラスのデータを入れていくと。でそうしてです、ね、やっていくことによってあの、いろんなことがうまく運ぶようになってくる それからこの運命のデータというのが、ね、ありましてこの運命のデータをです、ね、探っていってそこにまた大きなプラスのデータを入れてあげたりとか運命のデータを探っていってそのこの自分の運命の中の選択肢たくさんの選択肢があるというふうに気がついてですねでそれでその自分が望む選択肢を歩むとといいう,うなことをしていくということができるようになってきたりとか。 それから私たちは意識の世界でみんなつながっているというふうなことが、えー、その量,子量子論という物理学からですね証明されていていろんな人がちゃんと実験を行っているとでこの私たちは意識の世界でみんなつながっているというふうなことをですね、えー、使うことによって良いアイデアを出したりとか、えー、人の引き寄せをですね実現させたりなんかしていくというような感じなけですねでこれも通常の意識状態では利用することができないんですけども 潜在識コントロール法によってですね変性式状態っていうのを実現することによって可能になってくるとでそれを、えー、やる具体的な手段がソニックメィテーションの瞑想セミナーというふうなやつとそれから催眠療法っていうのと自己催眠セミナーっていうのと願望実現セミナーっていうのと重要自己ビデオセミナーっていうのがあるわけなんですねそれでこのソニックメィテーション瞑想セミナーなんですけども、えー、この相手の心をしっかりとつかみ続ける技能とか 宇宙の意志から良いアイデアを引き出す技能とかですねそれから人間の持つ初期のを強化する技能このオーラとかシャクラですけどもそれから感情を上手にコントロールする技能扁桃体脳トレによって扁桃体をですね小さくするとえー、でこっちの方は脳トレによってですねこの言語やとかそれから脳量とかそういうふうな、えー、会話とかっていうのをですねしっかりと、えー、強化することによってですね可能になってくるというふうなことになります。 でこ,のこれが上手に進むようにですねこのメンバーサイトとか Facebook グループとかっていうのを作ってるわけなんですけどもこのメンバーサイトっていうのがどういうのかというふうなものなんですがですねえとこういうメンバーサイトっていうのを用意しておりましてえパソコンでも スマホでもででもすすねインターネット環境ががあればつながるんですけどこれがパソコン画面で、レスポンシブあのになってますんで、こうやって小さくすると、えー、スマホの画面になるわけなんですけどもですね、でここで、えー、このコンテンツっていうボタンを押してですね、でこのコンタコンテンツバーっていうところやとこうやって出てきましてで、願望実現セミナーとか、ソニックメディテーションとか、上級セミナーとか、 催眠療法とか潜在意識とかってこんなの出てるわけなんですけども、このえ願望実現セミナーっていうところをクリックして、えー、でこの願望実現セミナー、どうぞっていうところをるとですね、この実際に、えー、ラディアンスで願望実現セミナーを、えー、行った時にですね、動画で記録をしておりましてで、動画の説明がずっとここで続いてですね、 これで実際にワークを上げるときにはですねバッテリーとかギガを消費しないようにこの音声だけにしたんですけどもでまたこう動画説明があって音声誘導動画説明があって音声誘導というふうなことでこのメンバーサイトだけでですねセミナーに参加せずとも岩物源の達人になることができると、まあ、セミナーに参加していろんなことを聞いていただければそれでさらによしというような感じなんですけどもです、ね、それからまたこの ところにソニックメイテーションというのがありまして先ほどやっていただいた瞑想なんですけども、えー、32個の瞑想がですね32種類の瞑想が入ってましてこれもこうやって、えー、と動画説明がありましてで音声説明、音声誘導音声,音声説明、音声誘導何度も何度も見るところは音声だけになってたまに見,る見ればいいところはこの動画になっておりますけどですねでこういうふうな感じになっていてでその自分自身のですね えー、潜在式の奥底の知恵の蔵につながる方法が、このところで、えー、音声誘導がありまして、で、ここで、あじゃあ、動画説明があって、このところで音声説明と音声誘導があると。それからまた、えっ、ー、と、他の人の、えー、潜在式につながる方法っていうのを、このところで説明をしておりまして、このところで音声説明と音声誘導があると。あ、音声、音声誘導はここのところにあるというふうな感じですね。 でこのようにですねその、このソニックメイテーションのことがありまして、それから上級セミナーっていうのは、このソニックメイテーションのさらにその上級セミナーでですね、で、これが、えっ、ー、と、大体今10本ぐらい、えー、乗っけてあるんですけども、おで1個の、えっ、ー、と、セミナーの時にですね、10個ぐらいの瞑想がありますので、100本近くですね、こんなって、だから130ぐらいのですね、 誘導瞑想がこの中に入っているとで。で、この上級セミナーの方はこのプログラムの中には、えー、通常は入れてないんですけどもそれで、えー、今度はですね、えー、とコンテンツ,ンテンツそれからこの催眠というふうなところをやるとですねここで日々の自己催眠101日間というのがここからダウンロードできるとそれからここで自己催眠というような感じでですね えー、同じようにありまして、それからあ、このところの潜在意識というところは、ですね、えー、こ,のこれまで、この催眠とか瞑想とかっていうふうなものをお伝えする中で、とても重要な12項目というふうなものを特別にですね抽出して、ですねでそれで、えーっと、このところにですねこんな感じで、音声た,たくさん使う音声誘導はこ、こんな感じになっていて。 ワークは音声誘導になっていて、説明はこっちの動画になっているというふうなことで、えー、こういうふうなメンバーサイトがついているので、えー、スムーズな学習ができると。それから、えー、Facebook グループ、先ほど、この第1志望の企業にですね、えー、退職するときに意識の容に送ってもらったという、こんなのがですね、ここにあったりとかですね。 していきますそれで、えー、と催眠療法なんですけども、催眠療法っていうのは、その、えー、実際にアディアンスに来て受けていただく方法と、オンラインで受けていただく方法がありますよと、それで、えー、と1対1で行いますんで、ですねもういろんなことが心力くまでやり取りができると、で、潜在式の扉を開いて行ったりなんかすると、胸筋を開くみたいな感じと同じような感じになりましてですね。 あの本当に睡眠隠さずいろんなことをですね心ゆくまでやり取りができるというふうなことでとても評判なんですけどで潜在しくなるかのデータを探り改善する技能と宇宙の位置から良い間を引き出す技能というのをです、ね、このところで身につけることができるとそれかられ先ほどやったこのアフターサポートでこんな感じでうまくいくんですよとそれからがん、あのー、自己催眠セミナーというのはですね、えー、こっちの方は この願望、目標達成の達成になるためのセミナーですと、集中プログラムに積極的に参加するという目標達成も、毎日瞑想や催眠の練習をするという目標達成も、もう一回くようになると、だからこれがあるんで,で、こういうのがあるんで、しっかりとこのプログラムをですねあの途中でくち切ることなく続けることはできちゃうと、それからダイエットとか結婚とか仕事等の目標達成に役に立つと。 でオンラインとか会場とかネットでも受講可能なんですよと。3日坊主がですね、治るわけなんですけども、それからあと願望実現セミナーは願望実現の達ちになると。一般的に引き寄せの法則とかっていうのは、この瞑想とか催眠とかの意識状態で潜在識の扉を開けてやんないとうまくいかないんですけども、一般ののセミナーはですね、そういったことができないので、潜在識の扉を開けず行うんでなかなかうまくいかないと。どうなこの えー、潜在意識コントル法は瞑想の状態になって潜在意識の扉を開けるそして引き寄せたいものの条件を潜在意識の中を運命の樹木にしっかりと、えー、運命の選択肢をしっかりとですね見ながら、えー、そこからですねデータを引き出してそしてそれの運命の選択肢のところにあるいろんな人とかものとかに意識のように送ってですね引き寄せるんでうまくいくわけなんですよね。それからメンタル、えー 重要事ビデオセミナーというのがこのありますよと。で、これでそのソニックメディテーションの瞑想セミナーを2回受けていただきましてですね、そのセミナー類は2回受けていただいて、このスタミナ療法というのは3回受けていただいて、その後日々の自己サミとか日々の瞑想を行っていくことによってですね、どんどん技能を高めていくというふうな、それから技能をしっかりとこなしていく、身につけていくというようなことをするんですね。 でこの一回その出ると、先ほども瞑想を体験していただいて、ですねなんか最初はもうまくいかなかったよとかっていう感じになるわけなんですけど、最初の自分というのはですね一番下手くそなんですね。ところが、自分がですねえと最初のセミナーに参加して、今度は2回目のセミナーに参加してみると、この1回目のセミナーに、まず最初のセミナーに参加したときには、 2回目のセミナーに参加している人がすでにいるので、その人を見ると、あ自分もあのくらいに上手になるのかなというような感じで,です、ね、1回目のセミナーでやるわけですね。で、一番最初の自分は下手だな、瞑想はとかと思いながら受けてるわけなんですけれどもで、自分が今度はこの2回目になってみると、ですね1回目の,あの人がまた入ってくると、そうすると1回目の人を見てみると、あ下手、自分も最初のくらいあんな下手だったのが、今はこんなに上手になってるよっていうのがです、ね、ここのところで分かって。 あそうかと何度も何度も繰り返すことによってどんどん上達をしていくんだっていうのにここで気がつくわけなんですね。他もみんなそう,そうなわけなんですけどで、そういうな感じでですね、最初のうちはうまくいかないんですけども、だん,だん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 うまくいくっていうふうなことがですね、分かってくるので、えー、この一生続ける、えー、られるですね、この一生続けることによってどんどん技能が磨かれると。だから、一回この、この回数だけ受けたら終わりっていうふうな感じじゃなくてですね、この回数を 受けて、そして日々の自己催眠とか日々の瞑想をやっていくとどんどん技能がですね高まっていくというふうなことがですねこのサービスなわけなんですけども。なので、もう一回これを受け直すっていうふうなこともですねできるようなシステムにはしてあるんですけどもでこういうふうになってきてですね、えー、こんな方におすすめですという感じなんですけどもこの現在位置とゴール等をはっきりさせぶれることなく目標達成したいそれから自分の可能性の枠を広げてですね 今自分がやろうっていうふうな目標はですねすんなりと言っちゃいますんでこの際にそのランクアップした目標っていうのを立ててそれも成功したい人それからビジネスや人生のさまざまな問題をスムーズに解決したい人それから人生の目的他人との魂レベルの約束天命を知り全うしたい人宇宙の意思とつながって良いアイデアやアドバイスを得たい人 人間関係を改善し運気を上げてビジネスも結婚も成功したい人幸せなお金持ちになって社会に貢献したい人こういうふうな人におすすめですというような感じなんですけれどもこういうのを聞いてどうですかねはいはいじゃあそうしましたらですね今、えー、メールをですね、えー、送りますんでそのメールがちょっと来たかどうか 届いたかどうかっていうのをですね確認していただきたいんですけどはい分かりましたそれでは今日はですねこのセミナーを受けていただきましてありがとうございました